皆さん、こんにちは。東京大学教育学部主催、高校生と大学生のための金曜特別講座にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めます、東京大学教育学部教育学科の受田博之です。どうぞよろしくお願いします。この講座では、高校生と大学生の進路選択の参考になるように、主に東京大学の教員がそれぞれの専門分野を魅力を分かりやすく解説します。2002年から開講され、今年で21年目、これまでに450回以上開講しています。また金曜講座では2004年から全国の高校にオンライン配信を行っています。現在は高校生の皆さんが自宅から自分のパソコンやスマートフォンなどで受講できるようにして配信しています。先着3000名まではズームウェビナーで参加でき、講演後に口頭で質問することができます。3000名を超えた場合には YouTube を使って限定公開でライブ配信を行います。本日は東京大学の学生のほかに、北海道から沖縄まで516校の高校生たちにも配信しています。この516という数は日本にあるすべての高校の約1割に相当します。さて、この金曜講座のでの講義はこれまでに13冊の本になっています。この画面にありますように、最近では2年前、2022年に2冊を刊行しています。高校生にも分かりやすいように書かれていますので、分離を問わず幅広い分野の内容を読んでもらえたらと思っています。もしよろしかったらぜひともご覧ください。それでは本日の講師を紹介しましょう。本日の講師は、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠先生です。小泉先生は早稲田大学で学位を取得された後、ロシアを含む、民間企業、シンクタンク、政府機関等で働かれた後、2019年より東京大学で研究をされています。今ウクライナ情勢ということで、先生のご専門は非常に日本中で注目を浴びているロシアの安全保障になります。これまでに画面にありますように、ある現代ロシアの軍事戦略等多数の著書を書かれていまして、サントリー学系賞を受賞されるなど、その研究は高く評価されています。本日は、不思議の国ロシアを考えるというタイトルで小泉先生に講義していただけることになりました。60分間の講義の後、30分間の質疑応答の時間を取る予定です。それでは小泉先生、どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました東大先端研の小泉でございます。皆さんどうもこんにちは。普段私はですね、今ご紹介にあったようにロシアの安全保障、特に、安全保障って言ってもいろんな安全保障があるんですけど、私の場合軍事安全保障なんですよね。ですからもっと古めかしい言葉で言うと国防みたいなことをやっていて、ロシアの軍事戦略って実際どういうものなのかとか、それからそのロシア軍が実際にどんなふうに戦おうとしているのかとか、それから戦争するときってお金かかりますよね。じゃあ、あるいはその軍隊を普段から持っとくのもお金がかかるわけですね。でいくらぐらい、じゃあ実際に国防費を使っているのか、こういうこともロシアとか中国みたいな国ではなかなかわからない。でそういったような、非常にこうゴリゴリした軍隊そのものを扱うようなことを私は、やっています。ですので、どちらかというとですね、おじさんたちと話すことが多いんですよ。日本の政府のお役人であったり、自衛隊の人であったり、それから私と同じように安全保障の研究している人たちっていうのも、やっぱり圧倒的に女性よりは男性が多いと。でそうすると、僕今39なんですけど、大体僕と同じぐらいの年齢からもっと上の人たち、30代から50代、60代とかのおじさんたちとばっか普段話すわけですね。でそれに対して今日は、メインは高校生の皆さんにお話をするということで、今カウンターを見ると、1300人以上の方が来てくださっていて、多分大部分高校生の人とかなんですよね。それから
東大の学生さんからも聞きに行きますとかっていうふうにメッセージもらったんで、大学生の方なんかもある程度おられるのかなと思いますけども、まあ、今日はそういう普段私がお話をしている人たちではない、もっとずっと若いし多様だし、でいろんなことに関心を持っている人たちとお話ができるということで、すごく楽しみにしてきました。で、普段ですね、私がそういうおじさんたちと話すときっていうのは、こうパワポを作ってですね、でそこに、まあ、例えばそのロシア軍の総兵力何万人とかですね、そんなようなことを書いて、まあ、資料としてプレゼンテーションしながらお話をすることというのが非常に多いんですけど、まあ、なんか今日はそういうしゃっちょこばったことはやめようじゃないですかということで、もうちょっとこう率直にお話できるようにあえて資料は作っておりません。ちょっとなんていうのかな、ユーラシア大陸のでっかいお話をしたいので、地図だけお見せしたいと思っています。で、お話しする前に、その、まあなんかちょっと簡単に自分のことを話せというお達しがあったんで、お話を申し上げますけど、私はですね、さっきご紹介いただいた経歴を見ると、なんかとてもちゃんとしたまともな経歴を歩んできたかのように見えますが、実際はそんなこともなくて、ちょうど15年ぐらい前に大学院で修士課程までやったんですけど、うん、これはとてもではないけど、まともな学者としては生きていけんなということを悟りまして、普通のサラリーマンをやった時期があります。で、サラリーマンやったんだけど、サラリーマンもね、全然ダメなんですね。これが、実務能力が全くないということが判明しまして、しばらくニートだったんですけど、それから、ポツポツと物書き業をやったりなんかして、で、どうにか社会復帰をしながら少しずつこっちの方向に戻ってきたというような人生です。なんで僕、基本的に研究者というよりはですね、今でもこう物書き業であるというような、自己認識をしてます。主に何書いてたかというと、そんなに高級なものは書いてなくて、ミリタリー雑誌でロシア軍の記事とかを書いていました。だから細かい話するのはもともととても好きなのと、そういう話をなるべく素人の人に分かりやすく伝えるようにということは職業的にやってきたつもりなんですよね。でなので、時々若いミリタリーオタクの人から、小泉さんのような職員作るのはどうしたらいいでしょうかということを言われるんですが、私のアドバイスとしてはたくさん物書いてくださいということです。資料をたくさん読んで分析するっていう研究者的な側面は必要なんですけども、同時にそれをこうどんどん出していくというのがもう一つとても重要なプロセスだと思うんですよね。ところがこうなんか人間ってこう知識を入れていくってことは割と一生懸命真面目にできるんですけど、知識を上手に出していくっていうのは意外とこれはまた別の訓練なんですが、なかなかこの訓練ってなされないので、ぜひですね、こういったそのなんでしょうね、人前で話すとか、物を書くとかっていう職業をやってみたいという人は、ぜひぜひ発表の場があってもなくてもバンバン書いたり話してみたらいいんじゃないかと思いますし、まあ、昔はそれって例えば僕1982年生まれなんですね。皆さんから見たら多分旧石器時代の人みたいに見ると思うんですけど、私の、学生の時、例えば高校生ぐらいの時っていうのは自分で物書いても発表する場所ってなかったんですよね。ひたすらしょうがないからノートに妄想を書きつけてるみたいなことしかできなかったわけですけども、今はそれが本当に簡単になっていて、僕が大学生の時にブログというものが登場してものすごく興奮した覚えがあります。あ、これで物書いたらバンバン世の中に出せるじゃんというのがあって、で今はさらにそれが、まあ音声だろうが自分で音楽作ろうが踊ろうが何でもバンバン配信できるわけですよね。なのでぜひ何でしょうね、自分の中に眠ってるものがあったらバンバン出してみるのがいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。ただちょっとそれが難しいのは、僕たちの時だとどんなに恥ずかしい妄想を書き連ねようとそれはノートの中に収まったわけですが、現代の場合全部ネット空間出てしまって永久に消せないというところですよね。だからまあそこのところの出し方の兼ね合いみたいなものはすごく難しいのかなとは思いますけども、ぜひ皆さんも中にも眠ってるものがあったらうまくそれを出すということを今のうちからやってみるといいんじゃないかというふうに思っています。
で、まあ、ちょっと話がずれましたけど、私はそんな具合でですね、あんまりちゃんとした研究者ではないんですよね。で、もともとのモチベーションとしては、これもあんまりかっこいい話ではないんですが、全くの軍事オタクみたいな人で、私は。だから、まあ、ロシアの戦闘機とかかっこいいなみたいな、そのぐらいから入っている。ね、ただそのぐらいから入っていくんだけれども、じゃあこのロシアってそんなに豊かな国じゃないわけですね。ロシアの GDP ってだいたい韓国と同じぐらい、日本円にすると年間150兆円ぐらいです。だから韓国だってもちろん豊かな地域大国なんだけど、まあ、韓国の場合は面積北海道ぐらいのところに、人口が4000万人ぐらいですか、もうちょっといるのかな、韓国5000万人ぐらいですかね。で150兆円の GDP だから豊かに暮らしていけてるわけですよね。でところがロシアの場合は世界最大の国、まあ、面積でいうと世界1709万平方キロメートルぐらいあります。ね、ちょっと待ってください、ね、この辺から地図見せましょうか。これがまあ皆さんおなじみの、Google Earth ですけども、これがロシアなんですよね。まあ、だからこのユーラシア大陸の中でもやっぱりババンとロシアというのはでかい。で、1709万平方キロメートルあります。これは日本との係争地点である北方領土部分とか、それから今問題になっているこのウクライナのこの辺とか、こっちの方は含まないでそのぐらいの面積です。で、1709万平方キロメートルっていうのはどのぐらいでかいかというと、大体太陽系の冥王星の表面積とほぼ全く同じぐらいですね。だから、まあ、つまり冥王星1個分ぐらいある。まあ、それをその冥王星は小さいと考えることもできるでしょうし、でもやっぱりロシアという国は準惑星1個分ぐらいあるわけで、ものすごくでかいということがわかると思います。だからまあ、これだけの国土を維持していくのに韓国並みの GDP というのはやっぱりものすごく少ないわけですね。一人頭で割ったら、一人当たり GDP というのは、とか、あるいはその地域あたりに投じられる資金というのはものすごく少ない。で、しかもそういう中で、アメリカと張り合ってるわけですよ、ね。世界最強の経済力と軍事力を持っているアメリカと何かというとバチバチやり合ってきて、で今でも世界最大級の核戦力を持っているのがロシアという国です。だからそうするとですね、どうしたって、あっちこっちにこう無理が出てくるわけですよね。で、あるいは時々こう国際社会ととんでもない摩擦を引き起こして、特に今年はそれがもう完全にクラッシュしちゃったわけですね。今回そのタイトルを考えるにあたって不思議の国ロシアという割とこうふわっとした可愛らしいタイトルにしましたけども、まあどう考えても今起きてることはもう不思議だねとかそういうレベルではなくて、何考えてんだお前たちっていうそういうレベルですよね。でもそういうふうにロシアがなってしまうとか、だからこう最初はですね、いやロシアのスホーイ27戦闘機かっこいいなとかそんなんで始めたんですけど、ロシアの軍事を見ていくといろいろこうなんか親っていうことがいくつも出てくるわけですね。なんでこの人たち、例えば、そうまでしてアメリカと張り合うんだろうとか。それから、今日聞いてくださってる皆さんは、多分まだ記憶がなかった頃かもしれませんけど、ギリギリ記憶があった頃ぐらいですかね。ロシアが2014年にウクライナに、以前にも一回攻め込んでるんですね。2014年に攻め込んだ時なんかもう、なんでこんなことするんだろうと。それから2022年も今回もそうですよね。なんでその21世紀の現在になって、でまあ、21世紀ももう20年代ですからね、2020年代にも入って、なんでこんなその歴史の教科書で見たような古臭い戦争をロシアは始めるんだろうとか、あとまあさっきもお話したように、そんなにお金がある国じゃないわけですね。150兆円の GDP の中から、大体、今の日本円換算で5兆円ぐらい国防費に使ってます。ということは、まあ実は日本の防衛費とあんま変わらないんですよね。日本の防衛費と変わらない規模の軍事支出しかないのに、その中から90万人の軍隊、つまり日本の自衛隊のざっくり4倍ぐらいの兵力を持っていて、しかも原子力潜水艦も持ってる、アメリカまで届く大陸間弾道ミサイルも持ってる、自前の軍事衛星も持っているというものすごい軍事大国なわけですよね。あれだけでしか予算がないのになんでこんなことできるのとかですね。
なんかこうロシアという国を見ていくと、本当にこう我々の常識では測れないような不思議なことがすごくたくさんあるわけです。で、まあそういうところから私はこのロシアの政治とか、経済とか外交とかっていうところに、まあ、入っていったんですね。というか入っていかざるを得なくなった。ここがですね、おそらく私 の、 まともな研究者の方々と大きく違うところだと思います。やっぱりこう、普通、まともなロシア研究者、まあ、まともなロシア研究者というかですね、一般的なロシア研究者っておそらく、まあ、ロシアの政治を理解したいとか、ロシアの思想を理解したいとか、そっちが先にあって、で、じゃあ、フィールドとして、ロシアの政党制度を勉強しますとかですね、ロシアのエネルギー政策を勉強するとか、そういうところに入っていくと思うんですけど、私の場合なんか非常に狭いニッチなオタク的な関心からスタートして、だけどこうより楽しくオタクをやるためにはなるべくいろんなことが分かんないと楽しめないんだなというところから、もう少しこうオーソドックスなまともな学問分野の方に近づいていったというパターンなんじゃないかと、思います。で、まあ、そういう観点から私はロシアを見ているので、まあ、ちょっとなんていうんですかね、普通の学者、ロシア専門家の先生 が見るロシア観とは少し違うところがあるかもしれません。だけど、まあ、今日はちょっとあえてそういう、一オタクから見たユーラシア大陸とロシアみたいな、お話をしたいなと思っています。で、まあ、こんな通りでですね、ロシアという国、ものすごくでっかいということはさっき申し上げた通りです。で、このロシアの中に灰色っぽい線が走ってますけど、これがロシアという国のを構成している連邦構成主体の、境界線です。連邦構成主体って何なのかっていうと、まあ、ロシア連邦なんですよね。だからアメリカとかドイツとかスイスとか、あれも連邦ですけど、連邦国家って、まあ、そのいくつかの単位から国ができてるじゃないですか。で、ところがアメリカの場合は全部州なんですよね。ステートで、国ができてる。で、ロシアどうかっていうと、ロシアもですね、州はあります。オーブラスチというのがあるんですけど、ところがその州だけじゃなくて、他にもいろいろあるんですね。例えばその地方、クライというのがあったりとか、それから、ロシアといえば、首都はモスクワですが、優秀。これがモスクワ市。見えますかね、ここの真ん中にモスクワって書いてあって、この横長にグリッと、線がありますが、広がってますけど、この横長のところがですね、モスクワ市です。で、その周りにモスクワ州ってのもあるんですね。だからモスクワ州と別にモスクワ市というのがあって、実はこのモスクワ市だけで、他の州とか地方とかと、同格の連邦構成主体のステータスを持っています。だからまあやっぱ首都は特別なんですね。それからもう一つ、よいしょ、ロシアというと第二の都市があって、これがサンクトペテルブルクですね。ロシア革命が1917年に起こるまではここはペトログラードと呼ばれていて、それがソ連時代になるとレニングラード、レーニンの町というふうに改称されます。で、そのさらにソ連が崩壊するとサンクトペテルブルク、だから元のペトログラードの名前に近い発音の都市に戻されるという、まあ、こう名前が何回も変わった都市なんですね。だからこう、ロシアってこんな、ロシア人ってね、アネクドートっていう小話をみんな持ってるんですね。こうお酒なんか飲むときに、この小話をいくつ出せるかというところが、そのロシア人の教養を図るバロメーターだったりするわけですけど、有名な小話で、あるおばあさんが、私はペトログラードで生まれて、レニングラードで育って、今じゃサンクトペテルブルグで年金暮らしをしているというジョークがあります。だからそのぐらいこう街の名前が頻繁に変わったよってことですよね。しかもそれがその政治の都合によって何回も変わってきた街。で、このサンクトペテルブルグもですね、実はこの都市1個だけで、他の州とかと同じようなステータスを持っています。こういうそのモスクワとかサンクトペテルブルグみたいのは連邦的意義を有する市、まあ、直訳するとそうなんですね、連邦的意義を有する市ということで、他のこういう広い大きな地方で大きな自治体と同格のステータスを持っています。で、さらに、このロシアの中に州とか地方とか市だけがあるだけじゃなくて、非常に紛らわしいことなんですが、共和国があるんですね。国の中にまた国がある。例えばまあこっちの
極東の方行ってみましょう。そうすると、ここはヤクート共和国ですね。首都はヤクーツクという町があります。であるとか、それから、タタールですね。タタール共和国、タタールスタン共和国であるとか、それからこっちの南の方に行くと、ダゲスタン共和国とか、あ、これ今カーソル見えるのかな。こっちの南の方に行くとですね、ダゲスタン共和国、チェチェン共和国、それからカラチャイチェルキス共和国とか、多分全然聞いたことがないような共和国もある。で、ちょっと前まではですね、これらの共和国はそれぞれ大統領と呼ばれる人がいて、まあ、要するに日本でいうと県知事みたいな感じなんですけど、でも大統領と呼ばれる人がトップに座っていて、独自の憲法を持っていたりとかするんですよね。だから非常に不思議な国。国の中になんかまた国がいて、で、連邦の大統領はいるのに、またそれぞれの地方に大統領がいたりする。そういう仕組みだったんですよね。最近はさすがにですね、あまりにも紛らわしいので、共和国って名乗ってもいいけど、大統領っていうのはやめましょうっていうふうになってるんで、単に首長というふうに言ってますけども、でもそのぐらい広い。まあ、とにかく星1個分ぐらいあるわけですから、一つの我々が考えるようなちんまりした1個の政府の中に収めきるというのは無理なんですよね。で、それから、どうでしょうか、皆さんのイメージで、ロシア人ってどんな人って聞いた場合に、多分こう、白人のイメージがあると思うんですよね。例えば、プーチン大統領とか、それからどうでしょうね、最近だと結構、フィギュアスケートとかで、ロシアのこと関心があるよっていう人なんかもいてくれたりなんかするんですけど、まあ、ああいうフィギュアスケートなんか見ても、大体出てくるのは白人ですよね。さすがにまあ、フィギュアとかやるぐらいだから、すごくスタイルのいい人たちが出てくると。ああいうロシア人のイメージは間違ってはいないです。ロシアは10年に1回国勢調査をやるんですけども、まあ、あれを見てみると、要するに国民の9割は白人なんですよ。ロシア人だということになってます。ところが、じゃあ、みんなが、ロシア人なのかっていうと、そうでもないところが、ロシアという国の難しいところ。で、例えば、まあ、そのさっきお話したこの南の方の共和国に行くと、こっちの方の人たちは、いわゆるカフカス系と呼ばれる人たちですね。チェチェン人とか、チェルケス人とか、ダゲスタン人とか。皆さん今手元でパソコンで見て、見ていらっしゃると思うんで、カチカチで見ていただくと、カフカス人ってどんな感じが出てくると思います。ちょっと色が浅黒くて、で鼻がすんごい高いんですよね。で、目がちょっとギョロッとしてるという人たちがとっても多い。で、女性はすごく美しい人が多いというふうに俗に言われたりなんかもします。で、宗教的に言うと、こっちのカフカスの人たちはイスラム教徒が多いですね。ロシアの国境を越えて南カフカスの方に行くと、この辺のジョージアとかアルメニアとかはものすごく古いキリスト教国なんですけど、このちょっと北側、このロシア側の方に入っている北カフカスと呼ばれる地域だと、この辺の人たちはイスラム。それから、こっちの極東とかシベリアの方なんかに行くとですね、仏教徒がいたりします。まあ、それもちょっと僕らの考える仏教とはちょっと違っていて、いわゆるチベット仏教ですよね。こう、マニ車ってぐるぐる回すと、功徳が積める車が置いてあったりとか、真っ赤なお寺があったりするような、マニ車があったりとか。それから、いわゆるアニミズムですね。自然崇拝、自然の精霊を崇拝するよみたいな宗教があったりとか、ものすごく多様なんです。で、ということは、こっちのシベリアの方ですから、人種的に言ったらアジア系の人たちが多かったりもしますし、それからロシアって地図で見てもらうと分かるんですが、実はこう極東の方にもぐーっと張り出してきていて、まあ、もう北朝鮮とも国境を接してるし、中国とは4000キロも国境を接してるということなんで、なんとなくですね、実はこう我々に馴染みがある感じの顔をした人たちもすごく多いんですよ。うちの、シベリアの方とか、まあ、シベリアちょっと違うんだろう。まあ、こっちの極東といっても、シベリアに近い方の極東の人たちっていうのは、こうツングース系って言ったらいいんですかね。もっとこう我々とはちょっと違う、もっとモンゴルっぽい感じの顔をした人たちが多いんですけど、こっちの極東の方行くと、本当に我々とあんまり変わんないような顔をしたアジア系の人たちも住んでいる。でもその人たちはネイティブロシア
のスピーカーなわけですね。で、さらにもっともっと我々に近いのはサハリンです。ここはあの歴史の教科書でやりましたよね。このサハリンの南側というのは戦争が終わるまで日本だったわけです。で、このサハリンの州都が豊原、昔は豊原と今はユジノサハリンスク、スラブ語でユジニっていうのは南のってことなので、ユジノサハリンスクっていうのはまあ南サハリン町みたいな、なんかそんな意味なんですけど、まあそこにですね、が今の、なんかこのサハリン州の州都なわけですけども、ここなんか行ってみるとですね、まあ確かにそのアジア系の人が極東だから多いというだけではなくて、もうどう考えても我々日本人とほとんど同じで見分けがつかないだろうみたいな顔をした人々はいます。僕も一回出張に行った時に空港から市内までタクシー予約しておいたんですけど、迎えに来た運転手がですね、僕の親父にそっくりなんですよ。自分の父親じゃないかと思うくらいのよく似た人が迎えに来て、でも、当然ながらこの人は歴史としたロシア連邦市民だから、ロシア語を流暢に喋るわけですよね。だからなんか自分の父親とロシア語で喋ってるみたいな、なんか不思議な感じがしたような覚えがありますけど、なんでこんな似た人々が住んでるかっていうと、さっきお話したように、日本だったんですね、ここって。で、日本だったんだけども、まあ、戦争に負けた時に、ソ連軍はここまで侵攻してくる。で、占領するわけですよね。で、日本としては、ここはもう、放棄しますというんだけども、それが、じゃあどこの国に対して放棄するかってことは、サンフランシスコ講和条約では明らかにされなかったので、地図見るとこの辺灰色になってますよね。帰属未定地という扱いになっています。で、まあ、それはいいんですけども、で、その時に、日本人は、みんな引き上げてきたわけですね。で、ところが、ここは、昔日本で、大日本帝国の一部だったんで、帝国ってのはいろんなものを含んでるわけです。帝国って皇帝がいる国を単に帝国という場合もありますけど、政治学的に帝国っていうのは、こう、どこかの中心民族がいろんな民族を支配している体制が帝国なんですよね。だから大日本帝国の場合は、まあこの東京に首都を置く日本、まあ日本民族を中心とする国が朝鮮も支配したし、それから台湾ですよね。台湾も支配したし、それから、まあ新宅統治という形だけども南洋諸島も支配していて、で、樺太の南部まで日本の支配下に入れていた。だから、この樺太の南部に、たくさん朝鮮人の人たち住んでたわけです。当時は大日本帝国の臣民だった人々が住んでいたのが、戦争に負けて大日本帝国が崩壊しちゃうと、この人たち行き場がなくなっちゃうわけですね。もう大日本帝国の臣民ではなくなった。で、どうするんだっていうと、もうしょうがないんでソ連が攻めてきたから、ソ連の占領下で暮らしているということにならざるを得ない。だから、このサハリンで出会う朝鮮系の人々ってのは、こっちの本土の朝鮮系の人々とはまた出自が違うわけですね。この辺に住んでる朝鮮系の人々ってのは、もともと朝鮮半島と地続きだから、自然にこっちにも住んでた、たまたま境界としてロシア側だったって人々なわけですけども、このサハリンの朝鮮族の人たちは、もともと一時期日本人だった人たちの子孫、まあもう当時、そのまんまの人ってのはほとんどもう、いらっしゃらないみたいですけど、でもその子孫の人たちなんで、やっぱなんかね、顔つきとか物腰とか全然違うんですよ。めちゃくちゃ日本人っぽい感じがします。で、まあ、こういう話を長々したのはですね、つまりロシアみたいなバカでかい国というのはこうだっていうことは簡単に言えないっていうことなんですよね。どうでしょうね。今日お話を聞いてくださってる皆さんの中には、例えば旅行でロシア行ったよって人もいるかもしれないし、あるいはその家族の、例えばヨーロッパ旅行とか行くときに、トランジットでモスクワのシェレメチェボ空港を降りたことがあるよとかって人もいると思うんですね。で、多分そういうときに体験するロシアってのはこことここなんですよ。つまりモスクワとサンクトペテルブルク。よっぽどご両親とかがなんかロシア通であるとか、何かこうロシアにルーツがあるとかってない限り、そのロシアのこっちの方は行かないわけですね。極東の方とかシベリアの方とか。僕もそんなに行ったことがない。ところが、そこだけ、モスクワとかペテルブルグってのは、わずかこれだけの点なんですね。ここだけ見て、この巨大な面のロシアを分かったと思うと、これは大間違いになってしまう。その難しさがまず第一。それからもう一個は、まあこの地図見てもらうと分かるんですけど、
まあ、この大陸の上に黄色い線が引かれていて、これが国境線ですよね。で、私たちは今、この国境線を基準に物事を考えているわけです。で、例えばだけど、この国境、黄色い国境線の内側、ロシア側に入ると、そこではロシアの連邦法が適用されるわけですね。だけど、ここから一歩出ると、例えばここにはフィンランド。当然、ここにはロシアの連邦法は及ばないですよね。フィンランドの法律が適用される。じゃあ、モンゴルはどうかっていうと、これも当然、昔ソ連の強い影響下にはあったけど、やっぱりここではモンゴルの法律が通用する。通貨もロシアのルーブルは使えなくて、モンゴルの通貨、モンゴルの通貨テンゲでしたっけ、が使われるということになるわけですよね。それから、ここですね。ここが日本の北海道、まあ、当たり前ですけど。で、ここが国後島、択捉島、いわゆる北方領土ですよね。で、ここが、あとは、色丹島と歯舞群島。ここがどっちのものなのかってことでずっと揉め続けてるわけです。で、私も実はここのクナシーとエトロフ、色丹はないんですけど、クナシーとエトロフにはですね、2回それぞれ行ってます。2013年と2018年に行ってるんですけど、なんかすごい不思議な感じなんですよね。日本政府としては、ここは日本なんだと、当然、まあ言うわけですけど、行ってみると、ロシア人が住んでて、買い物をするときは当然ルーブルですね。日本円なんか使えるわけがない。お店の表記とか、もう全部ロシア語で書かれている。会話も当然ロシア語でするしかない。まあ、ロシアがずっと実効支配してるから、当たり前といえば当たり前なんですけど。なんかそんな風にして、まあ、ある領域がどっちの国に属するかってことがはっきり決まるということが前提で我々は考えているように思うわけなんです。ところが、まあ、この北方領土の例を考えてもそうなんですけども、なんかこう、どっちだかはっきりしないっていう場所が地球上には割とあると思うんですよね。で、例えばさっきのそのロシアの極東の例で言うと、まあ、ここはロシア、まあ、ロシア連邦っていうぐらいですから、中心はロシア民族の国なわけですね。で、ロシア民族ってのはルーシ民族っていうんですけども、まあ、ルーシ民族というこの白人の人々が、ずわーっと何世紀もかけてこっちの極東の方まで拡大してきて、こんなに広い半島を作ったと。で、その支配民族の中にブリヤート人もいれば、朝鮮族もいれば、イヌイットの人々もいれば、という巨大な帝国を作り上げたわけですよね。で、ところが、そうしてみるとですね、一応そこに最もらしい線を引いて、こっちからこっちがロシアだと。で、こっちかそっちは向こうは中国ですね。こっちはフィンランドですね。じゃあお互いそこには勝手に手出ししないようにしましょうというのが、まあ我々が公民の教科書とかで習うような国際秩序の基本だと思うんですよ。でも実際にはそんなに簡単にいかない。さっき申し上げたように、ルーシ民族の国のはずだけど朝鮮族が住んだりとかする。で、ここの例えば極東の朝鮮族の人たちってキムチつけてるんですよね。キムチつけてて、あと市場に行くとね、焼肉屋さんにあるナムルとか売ってるんです。ロシアなのに。僕は非常に、ロシアでこんなもの売ってるのと思って、ものすごくびっくりしたんですけども、結局この大陸の上なんで、文化っていうのは、どっかでパキッとは分かれないわけですよね。それから、この辺、中央アジア、カザフスタンとか、ウズベキスタン、キルギスタン、タジキスタンですね。それから、トルクメニスタンか。この辺の国々っていうのも、かつてはソ連の一部だった。つまり、かつてはロシアの支配下にあったので、今でもロシア語がすごく使えます。で、使えるんだけど、まあ民族として見るとなんとなくわかる通りで、カザフスタンとかキルギスタンなんか、もうがっつり、キルギスタンなんかは、がっつりこう中国の西の方とつながってるわけですよね。そうするとこう人間というのは普通に行き来をできるわけですし、当然こっちとこっちでパキッと民族が分かれるわけなんてないわけですね。で、実際この両方に同じような民族が住んでいて、で、実際親戚同士だったりなんかして、行き来も頻繁にあったりする。で、今その中国の政府がこの、西側の方に住んでる新疆ウイグルの人たちを弾圧してるっていうふうに言われてますけど、実際こうカザフスタンにいるウイグル族の人が一緒に巻き添え食らって中国に捕まって政治問題になるとか、そういうことも起こるわけですよね。あとどうでしょう、カザフスタンで次にあれしますと、こう、
カザフスタンっていう国って皆さんイメージありますかね。まあ、なんとなくこう中央アジアの、まあ、砂漠とかがある国というイメージがもしかしてあるかも。あとはその天然ガスとかウランとか資源が豊富に出る国とかですよね。でなんとなくその我々の中の持ってるカザフスタンのイメージってそういう感じだと思うんですよ。あのよっぽどもともと関心があるって人以外はですよ。で、そうすると、つまりまあ、中央アジアっていうからアジアの国で、あとまあ、イスラム教の国だってことも知ってる人はいるかもしれないですよね。というイメージを持ってしまう。で、それはやっぱりこう、ロシアみたいな寒い北の国、白人の国、正教会の国っていうのとはなんか全然違うように思えてしまうんですけど、でもまあ、ご覧いただきたいのは、こうなわけですね。ロシアとカザフスタンの間の境界というのは人為的に引かれた一本の線があるにすぎない。で実際は当然グラデーション上になるに決まっているわけです。で、ちょっとね、見てみたいんですけど、この辺にしようか。あ、いいですね。例えば、エカテリンブル。これはロシアのウラル地方の代表的な都市ですね。あのエカテリンブルに行ったことがあるっていう人は、まあ、多分あんまり高校生ではいないと思いますね。大人のビジネスマンでも、モスクワとかサンクトワ行ったことあるよって人いても、エカテリンブルに行ったよって人はあんまりいないんですけど、まあ、例えばエカテリンブルですよね。それからチェリアビンスクなんかもこの辺の非常に大きな町です。それからこのミアスってところは、ロシアの、大きないろんな軍需産業が集まっている町なんかだったりとか、それからオレンブルグ。この辺も大きな町ですね、ウラル地方。というふうになんか、いかにもなんとかブルグとか、なんとかスキーとか、なんとかスクとかっていうふうに、ロシアっぽい地名なわけですよね。ところが、その国境線をちょっと越えると、私はカザフ語って全然わかんないですけど、アクトベとか、カンディアガシュとか、なんかよくガシュってるんだよな、カザフスタン語。あと、まあ、この、コスタナイとかですね、全然こう、どういう意味なのかもわからないような地名に一気に切り替わるわけです。で、切り替わるから、あ、やっぱりこっからこっちはカザフスタンの世界なのかなって思うわけですが、実際には、よいしょ。まあ、こんな風に、カザフスタンの北部っていうのは、割とこう、ロシアのウラル地方からの延長で、森林地帯が広がったりとか、ステップがつながっていたりとかして、住民としても実はですね、カザフスタンの北側というのは、いわゆるロシア系の人たちとか、ウクライナ系の人たち、つまり白人の人たちっていうのは非常に多い。で、南の方に行くと、まあ、いわゆる我々が想像するようなというか、そんなにみんなにカザフスタン人のイメージを持ってないかもしれませんけど、まあ、要するにこのアジア系の顔をした、カザフ人の人たちが中心の世界になっていく。実はね、昔のよいしょカザフスタンの首都ってここだったんです。アルマト。まあ、ソ連時代はアルマータっていうふうに呼んでましたけども、このアルマートもキルギスとかと、キルギスとか中国とか、まあ、タジキスタンのうちですよね、とかに本当にもう近いところに、昔は首都があったんですね。だから、カザフスタンというこんなにバカでかい国、カザフスタンは旧ソ連の中ではロシアに次ぐ2番目の大きさの国なんですけど、こんなバカでかい大きな国の南側のこんな一番端っこのところに首都があった。つまり、まあ、こっち側にカザフ人としてのアイデンティティはあったわけですよね。アジアの国だと。で、こっちの北の方ってのはどっちかっていうと、ロシアの影響を受けた世界だとかっていうふうに思ってたわけですけども、ソ連が崩壊した後に、この、よいしょ。ここに首都を移すんですね。ヌルスルタンというふうに言ってます。これ前のヌルスルタン・ナザルバエフ大統領のファーストネームをつけてるんで、ヌルスルタンっていうんですけども、ちょうどこのあんまり東の方に行きすぎると偏ってるから、首都を真ん中の方に持ってきましょうと。で、我が国にはアジア系の人も白人の人も住んでるんだからということで、バランスを取ってこっちの方に移転したんですよね。で、とかっていうことをしなければいけないぐらい、このカザフスタンっていう国もなかなか難しい。で、これはカザフスタンだけじゃないです。ロシアもだけじゃないです。大陸の国というのはやっぱりみんなおそらく同じような悩みを抱えていて、陸続きなんで分からないんですよ。人間って混じっちゃう。で、文化もどうせ混じっちゃう。で、今のウクライナの方に視点を転じてみますと、これがさっきお話ししたように、ロシアの首都、モスクワですね。で、ここがウクライナの首都の
キーウ、ちょっと前まではキエフっていうふうにロシア語で発音してましたけど、戦争が始まってからもうなんかみんな一斉にキーウっていうふうに言い換えましたよね。それからここがベラルーシの首都のミンスク。で、この3つって何なのかっていうと、さっきロシアはルーシ民族の国だというふうにお話をしましたけども、そのいわゆるこのルーシ民族の住んでる地域っていうのは、要するにもともとこの辺なんですね。最初にこのキーウというところでルーシ民族が国家を作って、で、キリスト教を受け入れたのもこのキーウなんですね。でもそれからこっちの方にだん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 首都が移っていって、まあ、最終的にこの千年ぐらい、数百年ぐらいはモスクワが首都なわけですけども、このぐらいの距離感で本来はルーシ民族というのは生きていた人々であるわけです。これもあんまりないと思うんですけど、講義中に距離を測っちゃう。キーウからモスクワまで、750キロぐらいしかないんですよね。で、そうすると、私たちは今、ロシアとウクライナというのは全然違う国で、その2つの国がぶつかり合ってるというふうに、見えるわけですが、まあ、この750キロっていう距離って考えてみると、どうかな、日本でいうと、東京、大阪間が500キロぐらいでしたっけ。だから、東京から山口ぐらいですかね、もしかすると。そんなもんじゃないかと思うんですよ。で、そのぐらいの距離感なわけなので、お互い全くの他人同士なわけはないわけですね。で、実際、つい30年前までは、この2つは同じ国だった。まあ、というか、ロシアを中心とするソビエト連邦というものがあって、その一部として、ウクライナも、それからベラルーシも組み込まれていたわけですね。だから30年前までは、いいか悪いかは別として、ルーシ民族は、このソビエト連邦、このモスクワを首都とするソビエト連邦という国の中に統一されていたわけです。それから、こっちの北側のエストニア、ラトビア、リトアニアとか、この辺もそうなんですよね。で、こっちのもっと南の方のカザフスタンとか、ジョージアとか、アルメニア、アゼルバイジャンなんかもそうだった。で、それが30年前、まだ僕が小学生の時ですけど、これがバラバラに解体されてしまったわけです。教科書ではそれ、今の高校生の人が見る教科書ってソ連崩壊って言ってますかね。僕の当時はね、ソ連崩壊って習ったんですね。ただ最近は、ロシア史の研究なんかを見ていくと、まあこれはソ連が耐えきれなくなってバラバラになって崩壊したコラプスというよりは、当時のロシアやウクライナやベラルーシの指導者が話し合って、もうこのソ連という体制を解体しまおうぜというふうに話し合って決めたということで、ソ連解体という場合が多いですね。で、なので、まあ、その30年ちょっと前にソ連が解体するわけです。で、そうすると、まあ、それでみんなこうそれぞれモスクワの支配を離れて自分の国が持ててよかったねというふうに思うわけですが、そこでこう非常に複雑な感情が発生するわけですね。それはまずこのモスクワの視点、つまりロシアの視点から見ると、これまでせっかくこのモスクワのもとにウクライナ人もベラルーシ人もロシア人も統一されてた。みんなそれぞれその言語とか少し違うかもしれないけども、同じルーシの民が統一された国家を持っていたのに、バラバラになっちゃったじゃないかというふうに思う人々がやっぱりいるわけです。しかもこれが面白いのは、ロシアの、まあ、ものすごく民族主義的な人々だけじゃなくて、割とこう、リベラルとされるようなインテリの人々もそういうことを言ったりするというところですね。で、じゃあ、ウクライナはどうだろうかと見てみると、ウクライナもなかなかこの国もですね、一様ではないんですよね。歴史上、ウクライナが今この範囲でまとまった一個の国だったことっていうのは、あんまりない。歴史上、時々はあるんですけども、歴史上の大部分の期間においては、例えば、こっちの西側の方は、ポーランド、リトアニア王国の一部だったとか、それからそのまあ、ロシア帝国の一部だったとか、それからこのクリミアの方なんかは、オスマン帝国の一部だったとか、というふうに、まあ、いろんな帝国の一部であったということが、あるんですよね。でなので、こう、地域によって割とみんな考え方がそんなにまとまってなくって、例えば、
ロシアの東の方に行くと、まあ、そもそも民族的に私たち、ウクライナ国民だけど、ロシア人です。民族的にはロシア人です。で、普段から家の中でもロシア語を使ってますとかっていう人々が非常に多いわけですよ。で、宗教的に見ても、私たちロシア正教会です。という人たちもすごくいる。まあ、正確に言うとウクライナ正教会なんだけど、ウクライナ正教会ってのはこれまでロシア正教会の支部みたいな扱いだったんですよね。これも非常に難しい。私もこの宗教の分野は専門家ではないんで、あんまり分かってないこと言いませんけども、正教会、まあ、例えば日本も東京にニコライ堂っていうロシア正教会の教会がありますけど、基本的にロシア正教会って一民族、一教会らしいんですね。正教会。だから、例えばさっきお話ししましたけど、ジョージアとかアルメニア、この辺って旧約聖書にも出てくるような古い国々なんで、この辺の国々はもう昔からキリスト教をやってるわけです。だから、アルメニアとかジョージアは自前の正教会を持ってるんですね。ジョージア正教会、アルメニア正教会。で、ところがこのウクライナとかベラルーシの方は、みんなこう、モスクワの総主教庁ってこのロシア正教会を管轄している、ところの支部みたいな扱いでベラルーシ正教会とかウクライナ正教会を持っているという状態であると。だからやっぱこう精神的に見ても、この東部の人々とかっていうのは、モスクワとのつながりってすごく深かったわけですよね。で、これもやっぱりなかなかこう大陸の国をパキッと線で区切るということの難しさを表していると思います。で、さらに言うとですね、じゃあこのルーシ民族の比重として見た場合、まあ、つまりこうロシア側にはだいたい1億人ぐらいのルーシ民族が住んでるわけですね。で、ベラルーシに1000万人弱ぐらい。で、ウクライナが4200万人ぐらいなんですね。で、そのつまり、まあ、ざっくり1億5000万人ぐらいルーシ民族がいるとしたときに、3分の1はロシアの中にいないんですよ。で、しかもそのルーシ民族が初めて国家を持った非常にその記念碑的な場所であるキーウは今はロシアの生きがいになっちゃってる。そういうその形なわけですね。だから、まあそれはもうそういうふうに国境が引かれたんだからしょうがないでしょっていうのが普通の理解なんだけど、なかなかこう人間ってそういうお行儀のいいルールだけでは動かないわけですよね。で、ロシアからしてみると、まあ公式の国境はそうなのかもしれないけれども、なんか納得いかないんだよなっていう気持ちをずっとロシア持ち続けてきたし、で、実際問題として東の方行けばロシア語喋る人々もいる。さらにこれね、今例えばこの辺ハリコフ、これはハリコフも最近ハルキウっていう風にウクライナ風に言うようになりましたけど、例えばこの激戦地のハルキウとその目の前にあるロシアの都市ベルゴロド、この間って何にも隔てるものないんですよね。さらにズームしてみると、よいしょ、ひたすら真っ平らな畑が続いている。これね、上飛行機で飛んでみると分かりますけど、本当にずっと延々こんな感じなんですよ。小麦とかトウモロコシとかですよね。ウクライナはものすごい、ウクライナもロシアもすごい農業国で、特にまあそのウクライナからロシア南部のあたりはとても肥沃な土が続いているので、まあそのヨーロッパ有数の穀倉地帯であるわけですね。昔はヨーロッパのパンカゴというふうにも呼ばれたし、今でもかなりの世界中の穀物の生産をロシアとウクライナが占めているので、今年はその戦争になっちゃって穀物が取れなくなってどうするんだろうとかってことも心配されていますけれども、まあこの通りで境なんかないわけですよね。例えばこのジュラブリオフカっていうのかな、ジュラブリオフカの町のすぐ横のところの畑なんて、よいしょ、ズームしても全然わかんないんですよね。どうもこの道の境界が国境になってるらしいんですけど、多分これ別にフェンスとかあるわけではなくて、普通に行き来しようと思ったら全然行き来できるはずなんですよね。まあ多分このどっちが税金取るかとかそういう関係で畑のあぜだけは分けてあるんだけれども、そんな感じなんじゃないかと思います。で、そうするとここからこっちは
ロシア、こっちはここからこっちはウクライナなんていうふうにきれいに分かれるわけはないわけです。で、実際問題としてお互い親戚もめちゃめちゃ住んでます。ロシア人の中にウクライナとかベラルーシに親戚がいないっていう人はまずいないと思います。で、ウクライナも多分ですらしい。じゃあ食文化とかその他の文化とかどうなのって言って、やっぱりまあこうグラデーション上になっていくわけですよね。さっきモスクワからキエフまで750キロぐらいっていうふうに計測してみましたけども、日本だったらどうでしょうね。東京から、まあ仮に山口だとしたら、まあ多少こう、食文化の違いありますよね。例えばその、うどん。僕は千葉県生まれなんで、僕の子供の頃、うどんってね、すっごいなんかまずいもんだと思ったんですよ。僕の子供の頃、実家で食べてたうどんってまず、おつゆも、蕎麦と同じ黒い、つゆの中に浸ってましたし、なんかそのね、こうグズグズに煮てあって、ああ、まずいなと思って食ってたんですけど、ところが僕の大学生ぐらいの時に、こう、さぬきうどんみたいなのが東京にも進出してきて、あ、こんなにうまいんだと思ってびっくりする。でもまあ、せいぜいそのぐらいの違いなわけですよね。同じ、言葉喋ってるし、日本語が通用するし、そのぐらいの感覚なんですよ。で、そのぐらいの感覚だから、まあ実際簡単に分けらんないってのはそうなんですね。でもその簡単に分けらんないがゆえに、注意しなきゃいけないのは、簡単に分けらんないよね、複雑な事情があるよね、その通りなんです。だけど、ところが今回、モスクワが、つまりロシアが言い出したのは、我々は本来一体だろうと、こんなに近いじゃないかと。親戚もいっぱいいるし、同じ宗教を信じてるし、同じものを食ってるし、言葉はちょっと違うかもしれないけど、まあ大体似たような言葉喋ってるだろうと。一体なんだから、お前らは我々の支配下に入れとプーチンは言い出したんですよね。で、その時に、今年の、まあ、2月24日に戦争が始まったわけですけど、あの時にプーチンが言ったこととか、それからその去年の7月にプーチンが書いた論文の中で言ったことっていうのを見てみると、要するに、我々は近い。本来同じだ。兄弟民族だ。まあ、それは、まあ、これもね、最近ロシアとウクライナは兄弟民族っていうと、これも怒られるんですけど、僕は兄弟民族であることは否定しようがないと思うんですね。あまりにも似ているから、実際。で、ウクライナ人の側だって、やっぱりロシア人はまあ他人じゃないよなっていう気持ちを持ち続けたと思うんです。だからまあ兄弟民族であることはそうなんだけど、兄弟民族であるイコール、ロシアのモスクワの支配下に入るべきだということがセットになっているんですよね。それでこういう戦争を始めてしまう。こう兄弟といってもこう、お兄ちゃんと弟が対等でいるというんじゃなくて、全部こう兄貴の支配下に入れというような論理をモスクワが振りかざしてくるというところに、今回の戦争の大きな問題があると思うんですよね。で、しかももう一個、このモスクワの兄貴の問題点は、なんて言うんでしょうね、世の中には、何人かの強い兄貴がいると。で、この強い兄貴を中心に世界が回ってるという世界観なんですよ。例えばそのプーチン大統領の話なんか聞いてもそうなんですけど、例えばこのユーラシアの中にはモスクワの兄貴がいると。このモスクワの兄貴の周りに、まあ当然このスラブの民は入るんだよね。君たちは我々のブロックだよね。だからこのバルト三国、この辺もそうだよね。中央アジアとかカフカスとか、さっき見てきた地域ですよね。この辺なんかは当然もう我々がもう何百年もかけて支配してきたんだし、特にこっちのウクライナ、ベラルーシに関しては民族も似てるんだから、モスクワの兄貴のもとに君たちは集うんだよね。で、じゃあアジアのこっちはといったら、これも最近北京の兄貴が何と言っても強い。これもね、30年とか40年前まではやっぱりアジアのナンバーワンは東京の兄貴っていう風にロシア人は見てたんですよね。だけどもだんだん日本の力が衰えてくると、いやもう圧倒的に北京の兄貴ですよね。で、じゃあ今日本ってどう見られてるのっていうと、ロシア人の言うことを見てると、完全にこれはワシントンの兄貴の手下というふうに見られています。つまりこっちなんですよね。アメリカという、まあ、要するにこれが世界最強の兄貴なわけですけど、世界最強のワシントンの兄貴のもとに、ヨーロッパも支配下に入ってるし、よいしょ、日本、韓国なんかもそう。で、ちょっとロシアの目から見てみると、この世界っていうのは何人かの非常に強い強力な兄貴を中心とする、まあ要するにこう、ブロック同士の、関係に見えてるんですよ。でも我々が公民の教科書で習った国際秩序ってそうじゃないわけじゃないですか。さっきお話ししたように、
それぞれのこの黄色い線で囲まれた国境の中に一個一個国があって、それぞれは主権を持ってます。つまりどうするかってことは全部自分で決める権利を持っていて、その内側のことには勝手に口出しちゃいけないよというルールなんですよね。で、そういうルールでできている。まあ実際にはもちろんそれが常に守られるとは言わないですよね。例えばこのアメリカ一国と、まあどこでもいいんですけど、特にどこの国も、恨みはないんだけど、例えばじゃあ、韓国にしましょうか。韓国とが常に完全に対等かって言ったらそうだと思ってる人はおそらくいないですよね。で、さらにそのアメリカとじゃあパプアニューギニアが完全に同格かってそんなことはなくて、やっぱりそこには経済力の差とか軍事力の差とか、その国際社会での発言力の差とか、そういうものって当然聞いてはくるわけです。で、聞いてはくるんだけど、でも基本的にはやっぱり一応各国平等です。自分の国のことを自分で決める権利があるんですということで社会を回ってるわけです。この建前の部分を無視し始めると国際社会めちゃめちゃなっちゃうわけですよ。で、今回やっぱロシアの問題はこの建前の部分を完全に無視してきたということです。今回戦争を始めるにあたってプーチン大統領は何回か長いメッセージを発していますけども、これを見ていくと要するにプーチンはこう見てるんですよね。このウクライナ、ここは我々こうルーシ民族にとってとっても大事な場所だと。で、このウクライナがモスクワ側の支配下に入るのか、それともワシントン側の支配下に入るのかの戦争を我々はしているというふうにプーチンは多分思ってるんですよね。去年の7月にプーチンは長い論文を書いてて、この結論部分でプーチンが言ってることはこうです。今ウクライナは完全にそのアメリカの手先になっている。で、その結果アメリカに主権を不安定にさせられている。まあ、ここまでは僕はわかるんですよ。だからそのアメリカの手下になるなよ。じゃあ、君たちはアメリカから独立して真に自立した国にならなければいけないぞっていうのかと思ったらそうではなくて、ウクライナが真の主権を取り戻すためには、ロシアとのパートナーシップしかないのだという結論でこの論文は終わっているんですよね。だからこう、プーチンの目から見ると、そのウクライナみたいな国というのが自分一人で本当にこう自立した存在になれるというふうにどうも彼は思ってないんですね。どの陣営に属するか、どの兄貴の下につくかという問題でしかない。で、そのウクライナみたいな非常に我々と関係が深い国、よくロシア人はですね、ウクライナとかベラルーシのことをパチティナシ、ほとんど我々って言い方をするんですね。つまりちょっと違うけど、ほとんど見分けがつかない人々。そのパチティナシ、ほとんど我々であるウクライナがアメリカ側の陣営に行っちゃうなんかもうとんでもない。もう断固我々の側につくべきだ。というようなことを言って戦争を始めてる。だからどうもこの、なんていうんですかね、この世界に何人かしかいない強力な兄貴以外の国々っていうのは、こう、自主性とか主権とかを本当の意味では持ってないっていうふうになんかプーチンは思ってるような気がしますし、多分それはプーチン一人が思ってるんじゃなくて、ロシアのその、外交関係者とか国防の関係者とか、そういうそのロシアという国の外交安全保障を回している人々たちの中にある程度こういう考えというのがまあ共通してるんだろうというふうに思います。私はその仕事柄こういうロシアの政府高官の人たちが言うこととか書くものとかってよく見るわけですけども、まあ、そういうふうに思わざるを得ないわけですね。で、最後にじゃあちょっと日本との関係どうなのかっていうと、まあ、さっきお話ししたように、ロシアの目から見ると日本っていうのは完全にアメリカの島に似てるわけです。今から、もう6年前ですから、今日お話を聞いてくださってる方たちは、まだ小学生とか、かな、人によって、そうですよね。大学生の人なんかだったら当時中学生でしたって人もいるかもしれませんけど、僕はその時も、ロシア研究やってましたが、6年前の2016年の12月にプーチンが、日本に来てますよね。当時日本は首相が安倍さんで、まあ、自分の地元の、山口県に来てもらった。で、翌日東京の首相官邸で記者会見をしているわけですけども、その時にやっぱりこのプーチン大統領が言ったことっていうのは、私はロシアって
やっぱりこういう目線で日本を見てるのかって、ね、非常に感慨深かったですね。つまりあの時プーチン何言ったかというと、そのものすごく期待されて日本に来たわけですよ。これで本当に領土問題解決するんじゃないか、歯舞いしこたんぐらいは帰ってくるんじゃないかというのものすごい期待を持たれて日本に来たんだけど、実際に記者会見してみたら全然あんま大したことがない。で、まあ、ある日本の新聞記者が、まあ、非常に厳しい質問をプーチン大統領にしたわけですよね。どうなってるんだというふうに質問してみた時のプーチン大統領の答えっていうのは、日本には条約上の義務があるでしょ、つまりアメリカとの日米安全保障条約を結んでるでしょってことなんですよね。で、そういう中で日本はどれだけ主権を持ってるのかっていうことがわからないというふうにプーチンは言ってます。つまりアメリカに守ってもらってる日本って何でも自分らで決められるんですか、そうじゃないでしょってことなんですよね。で、この発言は、こういう発言はプーチンは何回も何回もその後も繰り返しています。で、日本だけじゃないんですよね。例えばドイツなんかに関しても、ドイツは、アメリカとの同盟に頼ってる、だからドイツは、真の意味での主権国家ではないとかって言い方をしてますし、それからじゃあその中で真の主権国家でどこっていうと、プーチンはインドと中国は本当の主権国家というふうに言ってます。まあ、要するにですね、自分で核兵器を持ってて、どっかの軍事同盟に入らずに安全保障ができる国だけがプーチンに言わせれば本当の主権国家なんですよね。で、そうでない国というのは究極的なその安全保障、生きるか死ぬかというところを他の大国、まあ、今回僕が使った言葉で言えば、どっかの他の地域の強い兄貴に握られている。で、だからその兄貴には逆らえないでしょうと。その弟分の君が何言っても、我々とは対等の交渉できないでしょ、そういう立場な、という立場というか、世界観なんですよね。で、そういう世界観のままで、ウクライナとの戦争に突入していったんだけれども、やっぱりここで僕はプーチンが完全に読み違えたなと思うのは、ウクライナ人は別にそうは思ってなかったってことですよね。確かにそのロシアというのは特別な関係にある国だと思ってはいたんだけれども、でも、ロシアに、なんというかそのモスクワの支配下に入りたいなんてことは思っていなかった。30年間、もうこれで30年以上独立した国家を持ってきて、で、自分たちの国に、まあそれは問題だらけではあるんです。ウクライナもね、相当問題抱えた国なんですけど、だけどもやっぱりウクライナという国に対して帰属意識を持っていて、で、それは、普段ロシア語喋ってるよって人であっても、民族としてロシア系ですよって人であってもそうなんですよね。まあ、少数はロシアとまた一緒になりたいって思う人も、世論調査を見るといますけれども、やっぱり大部分はそうではない。ましてそのロシアの軍隊が攻めてきて、無理やりロシアの支配下に置かれるなんてことは、絶対嫌だって人の方が勝ったから、これだけ強く抵抗をしているわけですよね。で、そのウクライナという国民のそのまあ、愛国心というか独立を守る心みたいなものを完全に見誤った結果として今回ロシアは勝てていないのだろうというふうに思います。だからこう、安全保障とか軍事戦略とか、まあさっき申し上げたちょっと古めかしい言葉で言うと国防とかっていうのをやる人っていうのは、現代の戦争のシステムってのは基本的に近代になって成立するわけですね。18世紀とか19世紀になってできているので、我々のこのが戦争を語るときの考え方の中に、そういう近代的な価値観が知らず知らずのうちに埋め込まれてるんですよ。で、それは何なのかというと、単位は国家であるとか、それからその、特に、つまり戦争ですから力比べなので、大国が中心であるとかっていうふうに、その19世紀のなんか揉め事があったら国家と国家が戦争して勝負つけた時代の考え方っていうのが知らず知らずのうちに私たちのこの戦争を語る考え方とか言葉遣いの中に入ってるんですよ。で、ところがそういうその非常に古臭い戦争を語る言葉で現代の戦争を語ろうとするとやっぱり見落とすものがある。で、それは決して物事大国中心ではない。小さな国だって自分たちなりの誇りとか独立心を持っているとか、それから今回の戦争すごく印象的だったのは、その国際世論の力ですよね。
ロシアがこういうことしたのに対して、ウクライナは、まあ、大統領がね、あの人もともとお笑い芸人ですから、ゼレンスキーさんっていうのは、非常に上手に国際アピール戦をやって、世界中からその同情を買って、で、アメリカからもがっつり軍事援助をもらって、ロシアに対して負けずに3ヶ月戦ってるわけですね。正直申し上げると、私はウクライナとロシアの戦争が3ヶ月も続くなんて思いもしなかったですね。ロシアが攻め込むかどうかは分かんないけど、攻め込んだらもうロシアの圧勝なんだっていうふうに、私は全く当然のこととしてそう予測していたんです。で、多くの、軍事専門家もそうだと思います。なんだけども、始まってみたら全然そうではなかったわけですよね。それはその軍事力の力比べでもウクライナがそれなりに準備をしていたという部分もあるんですけども、そこだけでは測れないものの力というものもやっぱり働いていた。から、国防とか安全保障とか研究したいなって思う人たちっていうのは、きっとこれ聞いてくれてる人の中にもいると思うんですけど、その自分の中に無意識のうちにあるその古臭い価値観といいますか、無意識のうちにある大国中心主義みたいなものに取り込まれないようにするというのが、特にこれから先21世紀の戦争を見ていく上でものすごく大事になると思うんですよね。最後は暴力であることは間違いないんですよ。究極的に相手を傷つけるで殺害する能力っていうのは究極の強制力ではあるので、まあ、最終的にこれは出てくることはあるんです。まあ、今回の戦争もそうだし、例えば人間同士の人間関係だってこじれにこじれ切って殺しちゃうとかってことってあるわけですよね。だけどじゃあ我々が生きてる国際社会とか現実の人間関係とかっていうのがいつもそうなってるかって言ったらそうじゃないですよ。で、まあ例えばじゃあそれが、なんだろう、おまわりさんがいなくても我々めったやたらに人を殴ったり殺したりしてないですよね。あるいはこう、この毒物を使えば絶対バレない完全犯罪だみたいなことができるとしても普通やらないわけですよ。で、それはその我々のそのむき出しの暴力の上に倫理とか、なんでしょうね、感情とかいろんなものが乗っかってって、このむき出しの暴力に普段触らなくていいように、我々はこの暴力の上にいろんなものを重ねてきたと思うんです。それを何千年も何万年もやってきた結果が我々の現在の世界だと思うんです。で、それは国際関係も同じで、例えばこれ今プーチンがやってることって100年前だったらそんなにこれほど怒られなかったはずですよね。で、200年前だったら多分全く問題にならなかった。勝てないことは問題になるかもしれないけれども、別にこれを違法だと思う人はいなかったはずなんです。で、だけどそこから我々はいやいや今のこのプーチンの戦争とんでもないでしょってちゃんと言えるところまで進歩してきたわけです。だからこうむき出しの暴力で物事が決まるというもうどうしようもない身も蓋もない側面と同時に、それだけでは決められないさまざまな複雑な制度とか国際法とか倫理とかいろんなものが重なってきている。でしかも今回やっぱり非常に特徴的なのはその戦場で起きてることが、例えば一般人がスマホで撮って TikTok に投稿するとか、ドローン飛ばして廃墟になった街を上空から撮影するとか、で、それがまたネットに流れて、いや、とんでもないことになってますねっていうふうに世界中の人々がそれを知ることになるというふうに、我々のこの持ってるいろんなガジェットとか情報空間が、進歩すればするほどやっぱりこの抜き出しの暴力そのものでは話が決まらなくなっていくわけですね。ですんで、今回私の話を聞いてか聞く前からか分かんないですけど、安全保障とか関心持ってくださった人々、将来こういうことやってみたいなと思う人たちには、まあ、ぜひぜひなんかそういうですね、身も蓋もなさと、でもその身も蓋もなさに上に乗っかってるいろいろなものっていうのをうまく取り込みながら研究していってほしい。それはやっぱり今これを聞いてくださってる世代の皆さんの方が絶対うまくできると思うんですよね。僕のちょっと上の世代だったと、やっぱりまあこれは冷戦世代ですから、アメリカとソ連がいて核ミサイル突きつけ合ってた世代。で僕はそれをもうね、あんまり覚えてないけど、でも20世紀生まれで、おじいちゃんは戦争行ってて、
なんとなく僕が戦争を語るあの感覚の中にもそういう古いものが残ってる。で、なるべくその古いものを払拭して今っぽい安全保障の話をしようとするんですけど、まあ、やっぱりね、自分の中でも古いな、あ、拭いきれないなって思うものが常にあるんですよね。あるいはそもそも自分で発想してない部分というのがあると。でそういう新しい考え、あの21世紀の考えで安全保障を見るっていう目線をぜひ日本の、安全保障研究の中にも持ち込んでほしいと思いますし、まあ、今日私のお話がそういうのに対する関心のきっかけになったらいいなと思っています。はい、ここまでにしようと思います。そうですよね。一つはその国葬地帯が戦場になる。でどうなんでしょうね、戦車戦やった場所って重金属汚染が起きるんですかね。まずこれは僕はあの化学方面が分かんないので、あのこれは専門の人に聞いてみたいと思いますが、まあ、いずれにしてもあの汚染が起こっても起こんなくてもそこで戦闘やったら農地荒らされるっていうのと、それからその作付けとか収穫できなくなるわけですよね。でさらに私ずっと懸念してるのは、ロシアが作物を対象にした生物兵器攻撃を行わないだろうかということです。私一時期ちょっとソ連の生物兵器プログラムって調べたことがあるんですけど、ソ連時代に農業省なんかを中心として、穀物を狙う生物兵器ってソ連は作っていたんですよね。まあ、つまり日本でも例えば胃もち病とか穀物がかかる病気ってありますけど、あれを人為的に流行らせるという生物兵器で、ウクライナを締め上げるんだったらこういうものを使うのは非常に効果的なはずなんですよね。ので、まあ、理由はどういう理由になるかわからないけれども、ご指摘のようにあそこでつまりヨーロッパ有数の穀倉地帯で大戦争をやっているわけですから、その農業生産とその流通が相当ダメージを受ける可能性っていうのは高いと思ってます。でそこから先はちょっとこれはその経済の専門家に聞いてみたい。で確かに2010年代のいわゆるアラブの春、このアラブ諸国で政情が不安定化していくつかの国では体制が崩壊したわけですけれども、この時ってやっぱりウクライナとかロシアからも小麦が不足で、でこれでそのパンの価格なんか相当上がったらしいんですよね。だからそういうような同じことがまた10年ぶりに起こるという可能性もあるといえばあると思います。で実際そういうことを懸念しているような記事なんか見たことがありますけど、これはそのサプライチェーンがね、実際にどういうふうにつながるかによってくるんで、ちょっとこれはまた別の専門家の意見も聞いてみてください。まあ、まずロシアのその軍需産業能力みたいな話に関して言いますと、ロシアの生産能力はすごいんですよね。とにかく数はいっぱい作れるんですよ、ロシアって。で、どうでしょうね。日本の自衛隊が、弾薬を何万トン備蓄してるかっていうのは、これはまあ、機密事項らしいですけれども、大体ね、十数万トンと聞いてるんですよね。で、ところが、ロシアの軍隊が秋にやる大演習とか見てると、あの国の軍隊は1週間で10万トンぐらい弾薬使っちゃうんです、訓練の時に。だから毎年自衛隊の全備蓄弾薬分ぐらいをぶっ飛ばすぐらいのものすごい弾薬消費を行ってるし、それをこう補えるぐらいの、まあ、ものすごいこう弾薬生産能力を持ってるんですよね。でところが、もう実際にその世界最先端レベルのものが作れてるかっていうとかなり厳しい。これはまあソ連時代から実はそうなんですね。すべてを軍事とか宇宙とかにぶっ込んでいたので、産業の裾野がなかなか広がんなかったわけです。僕昔モスクワに住んでて、まあ普通のモスクワの団地に住んでたんですが、まあ、やっぱり建物の施工は、まあ、正直日本人の目から見るとひどいなって感じでしたし、
ロシアの国産の家具とかね、っていうのもやっぱ質がひどいんですよね。これだけいろんな資源が取れて、いろんな工業力がある国なのに、なんでこの住環境、民生が悪いのかっていうと、みんな軍事にぶっ込んでたからなわけですよね。その核ミサイル作ったり戦車作ったりする分をもっとこう市民社会を豊かにするようにすれば、もっともっとソ連という国は豊かで持続できたかもしれないけれども、そうではなかった。で、そうすると何が起こるかっていうと、産業の裾野が広がらないわけです。もうロケット産業、軍需産、戦車産業、大砲造船とかっていうのはできるんだけども、あれ原子力とかできるんだけども、この社会の中にみんながいろんなことをやって、そこから思わぬイノベーションが起きるってことがないわけですよね。国が、お役人がこれは大事、重点って決めたところにだけお金が投入される。確かにそこは発展するんですけど、例えばそのロケット分野の技術者が考えた範囲内でしかそれはイノベーションが起こらないわけですよ。ところがやっぱり今中国がすごいのは、あの国は社会主義と言いながら、結局こう、ものすごい勢いで民生が発達してるわけですよね。それはなんかこう、例えば僕らがネット見てるときに出てくる、うさんくさい中華ゲームみたいなものもあるかもしれないけども、みんながとにかくいろんなことやって手を動かしてる。というと、その中から、まあ大部分はダメなのかもしれないけども、その中からやっぱり本当にこう、社会を変えるようなイノベーションが出てくる。で、それが最終的にはまた軍事にもつながってくるわけですね。で、ところがソ連はこのサイクルが作れなかった。軍事って言ったら、本当に大真面目に軍事にだけ投資していたから、結果的にハイテク軍需製品ができないであるとか、それから、これもソ連時代からずっと弱いんですけど、工作機械ですね。機械を作るための機械、これがソ連は作れないんですよ。まあ、作れないってこともないんだけど、結局その中核の部品とかソフトウェアっていうのを見てみると、実はスイス製、ドイツ製、日本製だったりするわけですね。まあ、ロシアはさっき申し上げたように世界最大級の核戦力を持ってる国で、弾道ミサイルもものすごく性能のいいものを持ってますけれども、その弾道ミサイルを作る工場、これウドムリト共和国ってとこにあるんですけど、ウドムリトにある、弾道ミサイル工場のルポなんか見ると、結局工作機械がみんなドイツ製とかチェコ製なんですよね。だこれを自分で作れてないわけです。それからロシアの、まあ、その宇宙船とか、まあ、ミサイルとか乗っかってる電子機器っていうのも、これもやっぱりですね、多くはアメリカとかヨーロッパとかの製品の、まあ、ライセンス生産品であったりとか直輸入品であったりとかする。あと最近ウクライナでロシアのドローンが撃ち落とされて、中身を分解してみると、まずエンジンが日本製なんですよね。斉藤っていう千葉県の市川にあるラジコン用のエンジンを世界中に販売している会社のエンジン積んでる。で、カメラはキャノンだったりとかする。だからそういうところが、まあ、できない、まあ、できないことはないのかもしれないけども、安く大量に安定した品質で作れない。で、こういうそのロシア の, その産業構造のいびつさみたいなもののツケが、最終的にやっぱりまた軍隊に回ってくるんですね。で、なので、ここまではロシアはその国際的なサプライチェーンにつながっているから、軍事力、強力な軍事力を持てて世界有数の軍事大国って顔ができていましたけども、こういうことをやってしまって国際的なサプライチェーンから今切り離されつつあるわけですね。これはアメリカ、EU、日本の制裁の中に、経済だけじゃなくて技術制裁が含まれていて、ソフトウェアとか、量子コンピューターとか、そういう先端技術を渡してはいけないということに、まあ、以前からなったんですけど、その制限がさらに厳しくなっている。それからその軍隊を支える軍需産業に資金供給を行うような金融機関に対して、取引をしてはいけないという制限が、設けられるってあるとか、こうロシアの、まあ、ロシアの国民をみんな別に飢えさせたいわけではないんだけども、ロシアがこういう乱暴な振る舞いをできないようにするための制裁というのが今一生懸命行われているわけですね。で、多分2年3年は全然耐えると思います、ロシアは。だからこれが5年10年となっていった場合に、今のようなその軍需産業の能力で、結果的に軍事力というものが維持できるかどうかっていうのは極めて怪しいところだと思います。で、もちろん無理すれば、
できると思いますよ。で、今だいたいロシアの、国防予算が年間3兆5000億ルーブルぐらいですね。このルーブルと円のレートが乱高下してるんでなかなかうまく言えないんですけど、つい直近だと7兆円ぐらい相当になるんだったかしらですかね。で、これでだいたい GDP の 2.6% ぐらいなんですよ。だから GDP の 2.6% 国防にぶっ込むっていうのは結構つらいですね。なぜかというと、軍事に使ったお金っていうのはそれ以上再生産されないからです。例えばさっきそのトラックの話ありましたけど、同じトラックでも1万台トラックを作って民間の会社が使うのと軍隊が使うのって全然違うわけです。なんでかっていうと、軍隊が使うトラックっていうのは兵隊運んだり弾運んだりしてそれまでですよね。だけど、民間の会社が使ってくれればそのトラックで運送業をやるなり、その工場間の物流やりなりして、そこからまた新しい価値が生まれていくわけですよね。例えばその1万台のトラックを作るのに10億円かかるとして、10億円の投資が20億円30億円になって返ってくる。ところが軍隊が使うトラックは10億円投資したら下っ切りなんですよ。そこから新しい価値が生まれることはないというか、軍隊がそこで生産活動を始められたら困るわけですよ。で、ということなんで、やっぱりなるべく軍事に使う金は少ない方がいいに決まってるんです。で、その方が結果的に経済が大きく強くなって、その時に必要だったら強い軍隊を持ちゃいいんですよ。ところが今のロシアの場合は経済がそもそも振るっていないのに、その中から GDP の 2.6% もお金を出して90万人の軍隊を持ってる。もしかするとこの先ウクライナに勝てないということになると、軍隊の規模をさらに大きくするかもしれないですよね。そうすると GDP の 3%、4%、5% とかを軍事に使わなければいけなくなってくるかもしれない。やっぱりもうこれはロシア自利品になっていくと思います。だから本当はこうロシアという国のためにも、まあ、早くこの愚かな戦争をやめさせた方がいいと思うんですよね。思うんだけれども、やっぱりなかなかその戦争を始めちゃったのがプーチンである以上、プーチン政権が続く限りは、まあそう簡単にこの戦争は終わらないのだろうとも思っています。はい、ありがとうございます。まずですね、ウクライナとそれ以外の国々っていうのはちょっと分けた方がいいと思うんですね。つまりやっぱりね、こうウクライナに対するロシアの執着っていうのはいろんな損得感情を超えた部分にあると思うんです。で、ご指摘のように今回みたいな戦争を始めていいことなんか一個もなかったわけですよ。世界中からソース感を食らって、経済封鎖も食らって、さっき申し上げたように技術制裁も食らってる、お先真っ暗になっちゃったわけですよね。で、だけどそうであるからこそ、ロシア専門家であればあるほど、つまりロシアのことよく分かってる人ほど、まさかロシアは今回戦争始めねえだろうってみんな思っていたわけですね。いいこと一個もないんだからと。この軍隊を集めてウクライナを脅し上げはするかもしれないけども、まあそれでウクライナに言うことを聞かせられればよしということなんだろうなと思っていたんです。ところが実際に今回分かったのは、プーチンはもうそういう経済がめちゃくちゃになるとか、そういうデメリットを犯してでも、ウクライナをどうやら支配下に置きたいらしいということなんですよね。で、しかも実際に戦争が始まってみると、まあ、ひどい状況であったことが分かったわけですよね。大量の人たちが拷問されたり、殺されたり、まあ、今でも行方不明に遭ってる人、性的暴行を受けた人もたくさんいるし、奪って、自国に送り返してるとか、なんかもうとんでもなく、なんでしょうね、歴史の教科書で見たような話、21世紀の戦争とは思えないようなことをやっている。だけど、まあ、それでもプーチンはウクライナという国を何としても支配下に置こうとしたんですよね。まあ、これはなんていうか、その損得感情を超えた執着があるんだとしか考えようがない。思います。で、一方で、そうではない国々、ロシアの周りの国々については、これはいろいろですね、常にロシアがみんなこの周りの国々を支配下に置いちゃおうとしてるかっていうと、そうではないと思います。まあ、例えばそのさっき出てきたバルト三国、エストニア、ラトビア、リトアニアとかですね、フィンランドとかポーランドとか、
あの辺の国々って、かつてもうロシア帝国の一部ではあったわけですけども、じゃああの辺の国々を積極的に今、ロシアに併合しちゃうとかしてるか、そうではないわけですね。それから北朝鮮とかモンゴル、あの辺なんかもともとソ連の影響がものすごく強い国でしたけど、やっぱりあの辺に関してもそんなにロシア執着してない。それからこの前、あのロシアの公正ロシアという政党の党首のミロノフという人が、ロシアは北海道に対しても権利を有してるみたいなことを言ってちょっと話題になりましたけど、まああれもですね、珍しいから話題になるんですよ。普段からロシアが北海道北海道って言ってるかっていうか、そんなことはもちろんなくて、まあほとんど関心がないという人の方が多いと思います。で、じゃあ、あの北方領土はどうなるんだっていうと、あそこはやっぱりこう第二次世界大戦の過程で手に入れた領土なんで、あそこはこうね、譲れないんですね。まあ一つはそのソ連の兵士が血を流して手に入れたものは手放したくないっていうのは、まあどこの国でもあると思うんですけど、もう一個は今のロシアという国において第二次世界大戦というのがものすごくこう重要な歴史になってるんですよね。さっきお見せしたようにロシアという国は広いわけです。で、広くていろんな人住んでるわけですね。で、その中に白人もいればアジア人もいればカフカス人もいるし、北の方はイヌイットも住んでるし、で、あのボルシチ食べてる人もいればキムチ食ってる人もいるわけですよね。で、彼らに対して、じゃあなぜこの巨大な国家が一個にまとまってなきゃいけないんですかって時に、なかなか説明が難しいんですよ。昔のソ連だったら、いや、これは我々は共産主義の実現を目指して諸民族が集まってるんですよね、ということが、まあ一応そういう建前になっていた。まああんまそれを信じてる人いなかったかもしれないけども、でも分かりやすい建前があったんですよ。しかし現在そうではなくて、ロシア連邦ってなんでロシア連邦ってまとまってなきゃいけないんですか。例えばその、極東のある共和国の人が、いや、うちは金もダイヤモンドも出ますし、民族的に全然ルーシー民族じゃないし、もう独立したいんですけどって言い出したときに、それを止める余裕がなかなかないわけです。で、その時にロシア政府が見出して、特に今のプーチン政権下でこの20年間推進されてきたのは、我々はかつてドイツのナチスを倒した。で、あのナチスっていう連中は、これもう人類悪であると。単なる敵国ではなくて、そのユダヤ人を抹殺しようとしたというその人類的な悪を犯した連中であると。で、我々はみんな頑張ってこの人類悪を倒したではないかと。で、結果的にヨーロッパをナチズムの悪夢から救ったのだということになってるんですよね。なので、まもなく5月9日がやってきますけど、この5月9日というのが、モスクワ時間で、ナチスドイツがソ連軍に降伏した日なんですね。ベルリン時間では、ね、5月10日のはずなんですけど、モスクワ時間では5月10日の、午後10時とかだったかなぐらいなんですね。だからこの時間になるとモスクワではバンバンバンって花火が上がるんですけど、で、あのそれに付随して、まあ、その少し後に日本もやっつけたので、一応今こうロシアの中ではナチスドイツと日本軍国主義を倒す戦いというふうに、まあ、第二次世界大戦が記憶されていて、まあ、これがなんというか今のロシア連邦の諸民族が一つにまとまった一個の国民である根拠とされてるんです。だからこの第二次世界大戦の結果を何か変更するっていうことが、ロシアにとってはすごくしにくい、あの気持ちの上で面白くないっていうのもありますけども、あのじゃあ第二次世界大戦の結果って変更可能なんですねって話になると、ロシアという国の一体性が崩れかねないんですよ。だからめちゃくちゃナーバスになるし、あの北方領土問題なんかに関してよく、ロシアの大使とか外務大臣なんか声明を出すときに第二次世界大戦の結果であるってことを繰り返しますよね。これはそういう理由なんだと思います。で、さらに言うとですね、おととし2020年にロシアは憲法を改正しているんですけども、この中で、領土の割譲禁止という条項が入っています。つまり一回ロシア連邦の領土になったものはもう返してはいけない、どっかの国に譲ってはいけないという条項が入ってるんで、今もロシアはこう一回我々がここはもうロシアのもんだと言ったっていう場所に関しては交渉すること自体が憲法違反になっちゃうんですね。で、一応ですね、この憲法の
原文を見てみると、デリニターツィアとデマルカーツィアに関しては例外としますというふうに書いてあります。で、デリニターツィアって、まあ、英語でデリミテーションですね。デマルカーツィアはデマーケーション。つまり、デリミテーションというのは、どっかに線を引くこと。で、デマーケーションというのは、その中に具体的に、じゃあこの線の、本当にこの、じゃあこの川のどこに標識を置きますかみたいな、そういう細かいテクニカルな話。これはしてもいいよと。ただし、それは、ロシアと相手国がお互いに、ここはこの境界が決まってませんよね、ということを同意している場合の話なんですよ。だから、そのクリミアの場合とか、それから北方領土の場合とかっていうのは、いや、もうこれは戦争の結果として正当にロシアの一部になったものですっていうふうに言ってるので、これはもう話し合いの余地がない。ね、こういうのが非常にやっぱこう今のロシアの領土問題に対する姿勢のデフォルトになっちゃってるんですよね。話し合えない。で、しかもそれでクリミアなんかはまあ8年前に強制的にロシアの一部ですって言っちゃって、まあでも現地住民も一部乗り気の人々もいたので、まあ、言い方悪いですけど、しょうがねえかなって思ってる部分が国際社会にもあったんですけど、今回の場合はもうその15万人も軍隊を集めてバーンと攻めていって、ものすごい人死を出してってことをやってるわけなんで、なかなかこれは、国際社会としてもしょうがねえかなとはもう言える規模ではないということですよね。ですから、まあ、本来は我々がそれ以前の段階で見落としていてはいけなかったんだけれども、ロシアの振る舞いをこれまで本気で止めてこなかったというところが、まあ、一つ大きな問題であったんだろうというふうに思ってます。だからそれは我々安全保障に携わってきた人間の大きな反省点なんですよね。で、北方領土に関しても、まあ、やっぱり到底ロシアが真面目に交渉に応じるとは思われない、まあ、私も応じるんじゃないかなって期待を持った時期もあるんですけど、やっぱりもうこの5年か6年ぐらいですよね、到底ロシアが交渉する気があるようには見えないなというふうに、まあ、分かってはいたんだけど、まあ、そのことを十分に、日本の社会の中で論じきれなかったみたいな、そういう反省は、あると思っています。はい、ありがとうございます。これはまたマニアックなのが来ましたね。まあ、ロシアが重心戦術を取っているかどうかって話に関しては、いわゆるこれトハチフスキーが考えたような重心戦術になってないんじゃないかって気が僕はするんですけどね。つまり最初の初戦なんかに関して言えば、こうあっちこっちから一斉に攻めてっているわけだけども、そこで大きな突破ができていないし、でその後ろにその戦果を拡張するための第二艇団がいないわけだから、その本当だったらいないわけないだろうということで、ロシア軍の最大の機構部隊である第一新鋭戦車軍が後方に構築されてるんじゃないかという見方もあったんだけど、どうも開戦初日から第一新鋭戦車軍が投入されてて、結局前線で消耗してるだけだったということが分かったわけですよね。だとするとやっぱりこれはディープバトルを行ってウクライナを軍事的に打倒するという作戦ではなかったのではないかという気が私はします。アフガニスタンだと、つまり相手のこの戦力ってのは著しく低いわけですよね。どっちかというと、ゲリラ戦で人民の中に紛れて戦うという戦い方なわけですが、まあ、ウクライナ軍はそれよりは少しは強いわけですね。多分どっちかっていうと、ロシアが考えたのはそのプラハの春の時みたいな、小国の軍隊を大国の軍事力で一気に駆逐して、一時的に全土を制圧しちゃう。で、その過程ではあんまり大した戦闘は起こらない。そんなような想定だったんじゃないか。その根底にあったのは多分、プーチンの世界観としてお話したような、ロシア人とウクライナ人はパチティなしであると、ほとんど我々であると。だからこう、我々がスラブ民族、ルーシ民族の統一を目指して、ウクライナに入っていけば、そんなにこう抵抗されないんじゃないかというふうな甘いことをプーチンは考えてたんじゃないかと思う。とても考えないと、つまりウクライナ軍からの激しい抵抗がないということを前提にしないと、これは軍事的に、合理化できない攻め方なんです。で、しかも初日からいきなり
キエフ周辺のホストメリ空港の周りに空挺を膠着させて出るとかっていうのもよくわからない。やっぱりこれウクライナという国を舐め切ってないとこんな戦争ないだろうという感じが私はしています。だから本当にむしろ真面目にそのディープバトルみたいな昔の戦い方をきちんとやろうとしたらいくらなんでももう少しうまくいったんじゃないかとは思うんですけど、分かんないのは明らかにもうそれがダメだってことは最初の1週間2週間でもう分かったわけですけど、その後戦い方を立て直さなかった、つまりウクライナの抵抗が非常に強固なものであるということが分かってからもきちんとしたその再編成をしなかったのは何なんだろうかっていうのは本当によく分かんないなと。手短に申し上げるとですね、まず、経済が発展しなかったのは、いわゆる資源の呪いだと思いますね。ちょっとこれも僕も経済専門家じゃないからですけど、資源出ちゃうんですよ、ロシアって。鉱物資源も出るし、エネルギー資源も出るし、その他資源は本当に豊富な国なわけですが、そうすると資源売ってるだけである程度経済回っちゃうので、工業、ものづくりが発展しない。つまりこの付加価値産業が発展しないんですよね。これってその多くの資源国で言われる話、資源の呪いみたいな話なんじゃないかと思います。これ以上の詳しいメカニズムについては、実はロシア経済の本っていろいろあるので、ぜひ探して読んでみてもらいたいと思います。で、じゃあその中で、なぜ大きな軍隊を維持できるのかっていうと、一つは、ルーブルの購買力っていうのが、我々がこう、ドル建てで考えるのと違うってことです。どういうことかっていうと、例えばその世界の軍事費ランキングとかって見ると、アメリカ何千億ドル、中国何千億ドルとかってなって、ロシアはだいたいその中で、4番目か5番目ぐらいで、600億ドルぐらいっていうふうに出ることが多いですかね。でそうすると、これって今のレートで6、7兆円ぐらいだと思うんですよ。で、6、7兆円で大したもの買えないんじゃないか、大した規模の軍隊が持てないじゃないかっていうふうに思うわけですが、問題は日本の例えば6兆円とロシアの6兆円で全然違うんです。例えば日本だったらアメリカから F-35 戦闘機買ってこなければいけないわけです。イージス艦に積んであるイージスシステムもあれもアメリカから買ってきてるわけです。ところがロシアの場合は全部自国で作れるんですよ。中の細かいコンポーネントとか部品の単位までいくと輸入品もあるんだけども、基本的に自分の国で買ってると、作ってると。だから、装備品を全部ルーブル建てで買えるんですね。で、なので、こう、ルーブルの価値が国際的に下落しようと、国内で下落しなければ、使い出がずっとあるという問題が一つ。それから、ロシアの場合は、軍需産業に対して自国の国防省に納める場合は、利益率を思いっきり低くして、ほとんどこう、原価で納めさせてるんですよ、ね。ということができるので、この意味でも実際の国防費の額よりも使い出がずっとあるということです。で最後に、人間ですね。今ロシアの軍隊の定数というのは101万3628人ですが、実際には90万人ぐらいです。でこの90万人のうち大体ね20万人ちょっとぐらいは徴兵なんですよ。ロシアの場合はですね、軍事義務及び軍事勤務法という法律によって、18歳から27歳までの男子国民は、その間に1回12ヶ月軍隊に行かなければいけないということが、国民の義務として決まってます。なので、兵隊のうちの大体4分の1ぐらいは常に無給の義務として来ている兵隊で占められているので、人件費かかんないんですね、原則的に言うと。もちろん飯食わせたり、宿舎あてがったりなんかしなければいけないですけども。という、いろんな我々が考える経済性とは違うところ、経済性の外部で軍事力を維持できているというところがあるので、その経済指標として出てくる国防費に比べて比較的大きな軍事力を持てるということです。はい、いや多分ね、これね、みんな同じこと思ってるんですよね。もう国連、つまり国連の P5、5つの常任理事国が国際安全保障に責任を持ちますって体制だったはずなんですよね。ところが、その責任を持つべき P5 の一角であるロシアが、今回は戦争を始めちゃった、だから
お前らじゃんっていう話なんですよ。で、ご指摘の点は2つ多分あると思ってて、1つはつまり、こんなことをやってる国に国際安全保障の責任をこれから任せられるんですかっていうと、やっぱりまあ明らかにもう無理がありますよねって話になっているので、まあ、以前から国連改革って話はありましたし、それからこの前、ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会で演説しましたよね。あの時にもう国連全然ダメじゃんと。何か別の新しい安全保障のシステムを作んなきゃダメだっていうことをゼレンスキーは強く訴えていったと思います。で、この話は前々からあったのが、やっぱり今回ロシアはこういうことをやって、いよいよ本気で考えなきゃダメだって話になりつつありますね。で、すぐにはできないと思います。国際連盟作るのも大変だったし、国際連合を作るのも大変だったし、すぐにはできないと思うけども、やっぱりこの今の国連安保理体制に代わる何か別の国連 2.0 みたいなもの、少なくとも安保理 2.0 みたいなものを考えなければいけない局面だと思います。で、実は今国連で議論されているのが、皆さん習ったように国連安保理っていうのは拒否権を持ってるわけですけども、拒否権を発動するときに理由を説明しなきゃいけないという改革がどうも、導入されそうですね。おそらくこのままいくと採択されるだろうと思います。だからまずはおそらくそれが応急処置になると思いますけども、究極的にはやっぱり安保理 2.0 が目指されるでしょうね。で、その時に、日本も安保理改革ってのはずっと言い続けてきたわけなんで、日本もちゃんとその中で主要プレイヤーになるべきだと思いますし、まあそれが実現する頃っていうのは、おそらく皆さんが例えば外務省にいるとか、何らかの形でそれに関わるようになっていくと思います。だから本当に今から我がこととしてそういうふうに問題意識を持ってくれるっていうのはすごいいいなと思います。で、2番目の、じゃあそれ見た他の国がやってもいいじゃんって思っちゃう可能性があるっていうのは本当にそうなんですよ。だから僕が今回ウクライナ危機で、やっぱりこうロシアに対しては最大限厳しく出なきゃいけないって思ってる最大の理由はそこですね。核兵器を持った国が乱暴なことし始めたら誰も止められないという前例を作ってしまうと、例えばじゃあ中国どうですかとか、それから北朝鮮も今核兵器持ちつつあるわけですよね。月内にも7回目の核実験するかもしれないと言っている。そういう国々が、つまり日本の安全保障に関してそういう国々がめちゃくちゃなことし始めるかもしれないということなので、やっぱり今回のロシアのウクライナ侵略は成功させちゃダメなんですよ。核兵器持ってようが、常任理事国だろうが、もうそういう振る舞いした国は、軍事作戦も失敗して、国際社会からひどい制裁を受けましたというオチにしないと、次は日本の周りで同じことが起きる可能性がある。という意味でも、やっぱりこれは我がこととして考えなければいけない問題だと思います。はい、ありがとうございます。まず一つ、長期的な見通しから言うと、私は非常に厳しいと思っています。特に米ロ関係はこの先相当長期にわたって悪いでしょうね。で、例えば日中関係とか米中関係っていうと、みんなそれぞれ経済大国同士でサプライチェーンもがっつり結びついてるんで、どっかであんまり関係悪くしないようにしようってブレーキが働くんですよ。ところが米ロ間って全く経済的なお取引はないんですよね。お互い大体全部作れちゃうっていうか、全部自給できちゃう大陸国家同士なんで、でそうするとこう政治的関係次第、特に安全保障問題次第で急に良くなったり悪くなったりってこうジェットコースターみたいに乱高下するのが米ロ関係なわけです。ところがもう今回の場合はウクライナ侵略っていう、もうなんかこうどう考えても取引材料に使用のないフルスイングの侵略をロシアがやっちゃってるので、これはやっぱり長期的に米ロ関係が回復する見込みというのは非常に乏しいんだろうなと思っていますし、まあそういう中でじゃあ日ロ関係がこの先何か好転する見込みがあるかって言って、まあ当面厳しいんでしょうね。やっぱり日本は今回ロシアが出した非友好国リストの中に入ってしまいましたし、つい先日は63人入国禁止になって、多分で第2次第3次で同じような入国禁止リストが出ると思います。で、まあ多分第2次か第3次で僕も入るんですよね。なので当面なんというか、
私もロシアとの関係自体はとても難しくなっていくだろうという感じを持っています。で、さらに言うとやっぱり日本とロシアの経済関係っていうのはもともと非常に乏しいわけですよ。あのピークでも年間300億ドルぐらいの貿易しかなくて、最近は200億ドルぐらいまで下がっている。で、それでなんかお互い困ってるかって別に困ってないわけですよね。まあ、一部そういうビジネスをやってて困ってるっていう特定の人はいますけど、ロシアという国自体とか日本とかという国自体がお互いを必要としてるかっていうとそんなにしていない。だからこれもその米ロ関係と似たところがあって、領土問題で話し合えるときはなんか急にお互いラブラブな感じになるんですけど、それができなくなるとガコーンと冷え込むと。やっぱり今回の場合も米ロ関係悪い、領土問題でも妥協できないとなると、やはりこれは長期的に日ロ関係も厳しい局面、私は予想すべきだと思いますし、その厳しさを受け入れるべきだと思うんですよね。ここでなんとかまたロシアとの関係を、良くなったらいいんだけども、その筋を引っ込めてまでロシアとの関係を良くすることそのものを目的にしちゃうと、さっきのご質問への答えとも被りますけども、結局日本の周りの国に間違ったメッセージを与えかねないと思うんですね。これは私が多分安保屋だから、安保とか国防をやってる人だからこういう発想になると思います。で、外交の人たちっていうのは可能な限り話し合いを継続することを、なんていうかこう職業上の、なんていうんですかね、至上命題にしているし、経済屋さんたちはまあまあとは言っても商売は続けないとっていうふうになっていくんで、実際には私みたいな極めてこう強硬な国防屋さんの話と外交畑の話と経済の話っていうのが、まあ、まあ結びついて日本の政策ができていくと思うんですけども、まあ、今回ロシアが思いっきりむき出しの軍事力を使っちゃったっていうのは、やっぱりしばらくはその国防の論理が前面に出ざるを得ないのではないかと、まあ、国防屋としては思います。いやそうですね、それは私も非常に心痛めてるところで、まあ、やっぱロシアの政府が良くないことをやった、擁護しようないことをやったってことに対して、そのロシア人に対する風当たりが強まってしまうっていうのはやっぱり全然違うと思うんですよね。で、注意しなければいけないのは、じゃあロシア人全く無罪ですって言うとそうでもないと思ってて、確かにそのロシア人とかロシアの社会の中からプーチンが出てきたんですよ。だからやっぱりこのプーチンを生んでしまう何かがロシアの社会の中にはあるので、そのこと自体はきちんと考え続けていかなければいけないんだけど、それ別に今例えば日本にいるロシア人に嫌がらせをして解決する問題ではないわけですね。で、僕は奥さんロシア人なんです。だから実は家庭の中にロシア人がいて、うちの娘も日本国籍とロシア連邦の国籍持ってますから、日本にいるロシア人の処遇ってのは僕自身の家族の問題でもあるんですよね。で、幸いね、僕の周りではまだそういうなんかひどい嫌がらせを受けたとかって話は聞いてないですけど、この先やっぱりロシアという国の立場が国際的にずっと悪くなり続ける、でロシア悪い国で何してもいい国みたいな認識が広まることは、まあ、僕は避けたいと思うんですね。で、その意味では、やっぱりこれをなんていうんですかね、プーチンの戦争、あるいはそのロシアの社会が生んじゃったプーチンという鬼子の戦争として認識する。で、それはプーチン、今のプーチン体制とかプーチンを支えている権力構造の問題なんだよってことを、まあ、きちんと語り続けていくしかないでしょうね。全くロシア人が差別を受けないってことはないと思いますよ、この先も。ないとは思うんだけども、今のところどうも日本社会はそこまでなんかこう、雪崩のようにロシア人をいじめにかかってるようには見えないので、まだ僕は少しそこは期待を持ってます。つまりね、これやっぱ軍事の論理でやってないからだと思うんですよね。どの国、確かに併合するとか占領するとかにしても軍事的にメリットあるはずなんですよ。特に、まあ、バルトはロシアは本当は手放したくなかったはずだけど、
結局2000年代のプーチンはそれでも西側アメリカとかヨーロッパと関係改善することを優先したんですよ。だからバルト三国が2000年代初頭に NATO に入ることを認めたわけです。でフィンランドとかも、まあ、本当はあそこプーチンは面白くないので、まあ、併合とは言わなくてもソ連時代みたいにフィンランドを強い影響下に置いておきたいはずなんだけども、やっぱり今のところそこまでしようとはしていない。まあ、つまりそこまで全部やる力がないからですよね。で結局ここまでのお話でも何回も出てきているように、決して基礎体力が強い国ではロシアはないので、やっぱり西側から完全に孤立する、西側と全面対立することはできない。かつて の, そのスターリンがやったみたいにドイツとロシアでヨーロッパを分割するとか、そんなことはできないわけですよね。でただ最後にロシアがやっぱり残その捨てられないこだわりというのが、同じそのルーシ民族であるベラルーシとウクライナ、これだけは手元に置いておきたい。で、まあ、もちろんそのウクライナとかベラルーシが NATO に加盟しちゃうことの、その軍事的なデメリットってのはもちろんものすごく大きくて、それを防ぐためにっていうのもあると思います。で、ロシアの参謀本部に行って将軍たちにどうですかって聞いたら、いや、それは君とんでもないよっていうふうに決まってるわけですけども。その軍事的な考慮がね、やっぱね、そのロシアが近隣諸国にその圧迫をかけたりかけなかったりってことのメインの動機ではないように見えるんですよね。やはりもっとそういう民族主義的な動機、あるいはその民族主義的な動機を前面に押し出せば、国民からの受けがいいというような内政上の動機、そういうものの方が勝るように見えます。ただ、これまでのプーチンは、とはいえいくらなんでもウクライナに真正面から軍隊を送り込んだらとんでもないことになるってことぐらいは分かっていたので、やらなかった。つまりおっしゃる通りデメリットが大きすぎるんだけれども、なぜかこの2022年というタイミングになってこういうことを始めたんですよね。でこれは多分ね、数十年となければ分からない、もっと何十年か経ってプーチンの権力が、潰れて書庫に収められている当時の秘密文書なんかが明らかになった頃に分かるんです、大体こういうのって。つまりいずれ歴史、この現代の起きてることが歴史になって、歴史研究になった時に、まあ、ようやく本当のことが分かるんでしょうね。現状見えてる範囲ではやっぱりプーチンが判断力を相当低下させてるというふうにしか見えないです。はい、ありがとうございます。それは結局ですね、ドンバスの戦場で、どういう軍事バランスになるのかということと関係していると思います。ロシアが考えているのはおそらく、ノボロシア連邦構想の再考でしょうね。2014年にやろうとしたハリコフのあたりからドンバス通って、今占領されているヘルソンを通ってオデッサのあたりまで取っちゃうと。でこれでぐるっとロシア系住民が多い地域をベルト状に、そのなんとか人民共和国っていうのをいっぱい作って、それをノボロシア連邦ということにしてウクライナから引っぺかしちゃう。これが2014年の当初の構想だったんですよ。でうまくいかなかったんで、今回それを軍事力で実現しようとしているように見えます。見えるんだけども、やっぱりウクライナ軍の抵抗がものすごく頑強で、西側の軍事援助もジャブジャブ入ってきてるんで、多分その通りにできないでしょうね。でだからこの先ロシアが大動員をかけてウクライナ軍をやっぱり押し潰すのか、ウクライナが持ちこたえるのか、それによってで戦争が終わった時点の国境線というのは大きく変わってくると思う。つまり停戦交渉とかどっかの段階でまた再開すると思うんですけど、テーブルの上で話し合われたことが戦場にとか国境に反映されるというよりは、僕は多分戦場で起きてることがテーブルの上に反映されるんだと思うんですね。ということなので、やはりこれから先、そうですね、まあ、5月いっぱいとかこの夏までぐらいのドンバスでの戦闘の行方というのが、ウクライナがどのぐらいその領土をちゃんと取り戻せるのかということの、まあ、ものすごく大きな試金石になってくると思っています。はい、ありがとうございます。今回はあれですね、中学校の人も聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。まあ、ライフライン破壊するって思想自体は古いんですよね。
あの南北戦争の時の北軍の海への進軍とかが実は最初、つまり19世紀の段階でライフラインを破壊する、あの敵の軍隊ではなくて住民の生活を破壊することによって敵を屈服させるという思想自体は、つまり200年ぐらい前からあるんですね。で、まあ、アメリカがやった東京とかドレスデンへの爆撃もそうです。で、今ロシアがやってるのは、まあ、さすがにもうそういうことをもう20世紀の後半以降やめましょうねって話になったはずなんですけど、またロシアが21世紀になってもそれをやってるということなんですよね。で、ただ、どうもなんかね、徹底してないんですよね。もっと徹底してやってもおかしくない。つまりウクライナの鉄道網とか電力網とか通信網とかを完全に破壊してしまうってこともできるように見えるんですが、それよりもどうもロシアは一般住民が住んでる場所に直接、つまり住民の生活を困窮させるというよりは、一般住民を大量に殺傷することによってウクライナ国民の抵抗の意思を砕こうとしているように見えます。だから、まあ、あの鉄道とかはなんか妨害程度には破壊してるんだけど、どっちかというと街そのものの破壊の方がどうも深刻で、さてこれどこかの時点で戦争が終わった時にこのウクライナの街を誰が再興するんでしょうかってことですよね。ロシアは絶対金出さない。で、まあ、ウクライナ自身も決して豊かな国ではないので、一から例えばマリウポリみたいな街を再建するって本当に大変なはずなんですよね。だからそこでやっぱり国際社会が相当気合い入れて助けてあげないと、あのロシア軍を追い出せはしたけども、ウクライナという国自体が荒廃して弱体化して、でどうなるかっていうと、結局ガスを供給してくれてるロシア、出稼ぎ先であるロシア、さまざまなサプライチェーンがつながってるロシアに対して依然として頭が上がらないってことになりかねないんですよね。ので、あの今その戦闘でウクライナが負けないようにしてあげることも大事なんですけど、そのおっしゃるような戦後の復興というところでも実は我々の出番は相当あると思いますし、むしろこう戦闘フェーズでなかなか日本は入っていけないけども、その戦後の平和構築とか生活再建とか、そういうところでは日本はノウハウもあるし、資金力も技術力もあるので、あのこれは日本の出番だろうと私は思っています。あの CSTO っていうのがね、ロシア主導の軍事同盟なんですね。で、集団安保と言ってますが、中身見ると事実上は集団防衛です。このタシケント条約第4条によって、一国でも侵略を受けた場合は他の加盟国が、まあ、助けに行くという、まあ、あの日米安保とちょっと違うな、北大西洋条約の第5条によく似た中身が、書いてあるんですが、実際全然違うわけですよね。でご指摘のように、一昨年のアルメニアとアゼルバイジャンの戦争の時なんか、ロシアはこの条項があるにもかかわらずアルメニアを見捨てていますし、で今回ただロシアがベラルーシもこの CSTO 加盟国なわけですけど、ベラルーシを散々せっついてもやっぱりロシアのためにベラルーシが参戦してくれなかったっていうのは、まあ、まさにロシアがこれまでやってきた行いのしっぺ返しを食らってるわけですよね。だからまあこうなんか枠組みだけはなんかこう近代的な集団防衛条約みたいなものを作ってみたけども、実際にはまるっきり機能してこなかった。まあ、一部平和維持とかはちゃんとやってましたけど、いわゆる集団防衛条約としては全く機能してこなかったわけで、まあ、ここに新たに入りたいっていう国はないでしょうね。ただそのロシアとのお付き合いでみんなこれまで入ってきたことは明らかなので、まあ、CSTO に実際にこう防衛上何かを期待してきたかっていうと、ブラフ以上のものは僕はなかったんじゃないかと思いますが、まあ、そのことがよりはっきりしちゃった。いずれにしても CSTO に限らず旧ソ連の中でもロシアの求心力というのはこれから相当落ちていくことは避けられないだろうと思っています。あのこの問題考えるときに僕いつも重要だと思うのは、北方領土の島の土地が欲しいんですか、それとも主権の問題を解決したいんですかって話だと思うんですよね。で、島の土地をどうこうしたいって人はいないと思います。あの私北方領土の元島民の方々もいっぱい知ってますけど、あそこが帰ってきたら
今の東京とか北海道の土地引き払ってあっちに移住するって言ってる人はいないですよ、やっぱり。そうではなくて、やっぱりその私たちが終戦の時にソ連軍からひどい目に遭って島から追われた、でその過程で強制収容所で亡くなった人々もいた、その思いを晴らしたいんですよね。あるいはその根室に行くと、あの島がの問題解決しないせいで漁業ができない、困ってるという問題、つまりこう日露間 の主権の問題なんです。だから主権の問題を解決できるような、あの条約でなければ、落としどころでなければいけない。でところが、なんかこの島の話だけにとらわれると、じゃあ日米安保やめれば返してもらえるんですかねみたいな話になっちゃったりとか、で実際そういうことを言う人もいるわけですよね。だけどそれじゃ意味がないと。島の問題で脅されて日本としてのその安全保障体制をロシアのために譲るとか、そういう話ではないはずなんですよ。でもしもロシアが日本の主権に口を突っ込むことと引き換えに島を返してあげるとか、話し合いに応じてもいいとかって言い出したら、むしろ私は その話こそ拒絶すべきだと思うんですよね。いやいや、土地が欲しいわけではないので、主権の話してますから、それと引き換えに我々の主権にくちばし突っ込んでもらっちゃ困るってことをきちんと言うべきだと思います。だから私は、あの島の土地が返ってこないっていうのはワーストではないと。ワーストは島と引き換えに日本の主権が脅かされることのはずなんですよ。だからそのワーストを回避するためだったら、当面島の土地自体は僕は返ってこなくても良いんだと思ってます。はい、ありがとうございます。あのロシアの主観としては、これはかなり代理戦争と認識してるんだと思うんですよね。で実際この去年の夏ぐらいから、ロシアはウクライナに圧力をかけるのと同時に、アメリカとか NATO に対してもその NATO の拡大をしないと約束せよみたいなことを言ってきていたので、要するにロシアから見ると、ウクライナという国が単独でピンで独立してるってことはありえなくて、ロシアの島に入るかアメリカの島に入るかなんですよ。だからこの世界観からして、もうそもそも代理戦争的に見えるんですね。だからモスクワから見ると、これはウクライナをめぐるロシアとアメリカの戦争であるように見えてるんだとは思います。 だけどその客観的に見てどうなのかっていうことですよね。まあ、その発端が2014年のウクライナの政変なわけですけど、まあ、あの時にアメリカがかなりその政変を起こした側に肩入れしていたということは間違いないです。だからこれをもってロシアは、その2014年以降はウクライナは完全にアメリカの島に入ろうとしているという危機感を募らせてきたことはそうなんですけども、やっぱりこれね、かなりね、ウクライナという国のその自主性を無視した話なんですよね。なんかこう、ウクライナという国には自主的な意思がなくて、常にこうアメリカに操られてるみたいな見方をする。で、僕はやっぱね、そこは問題だと思うんです。アメリカの影響があることは間違いないんだけども、じゃあ例えばアメリカがウクライナを本気で何かこう支配下に置こうとしてるか、それほどウクライナにそもそも関心があるか、とかいうことから考えても、僕はないと思うんですよね。本当にどのアメリカの安保専門家に聞いても、本当にウクライナどうでもいいってみんな言うんですよ。ロシアがこんな風にウクライナに手を突っ込んでこなければ、別に全然我々はウクライナ関心がない。でもロシアから見ると、やっぱこのスラブ民族を分裂させるためにアメリカが手を突っ込んでくるみたいな風に見えている。でその延長上に代理戦争って話はあるんですよね。でだけど代理戦争って話が成立するためには、やっぱりアメリカがウクライナを使って何か地政学的な目的を達成しようとしている、それとロシアが戦っている、これは代理戦争になるわけですけども、どっちかっていうと今回の場合は勝手にロシアがウクライナに攻め込んできて、それはもう成功させるとあまりにも良くない前例を作るので、アメリカとかヨーロッパが全力で支えてるっていうふうに見えるんですね。だからまあ僕はこれアメリカはバックについてるけど、代理戦争とは言わんのじゃないかというふうに思っています。先生、ありがとうございました。長い間最後に何かメッセージありましたらお願いいたします。はい、皆さん、遅くまで残っていただいてありがとうございました。で今日はロシアとかウクライナとか、そのユーラシアのあんまり聞き慣れない地名のお話をしたりとか、それからまあ軍事っていう、これもあんまり社会生活をしてると聞き慣れない分野のお話をしたと思います。
ただ、まあ、実際に我々の生きている世の中には、そういうよくわかんないユーラシアの地域もあるし、私たちが生きているこう一見平和な生活の足元には、さっきお話ししたように、むき出しの暴力みたいなものも眠ってるわけですね。あんまりこれまで日本の社会でそういうことをうまく論じられてなかったというか、扱えてなかったような気がしています。だけど、やっぱりそれは存在する以上は、誰かが研究して語らなければいけないと思うんですよね。今、決して日本でそれを研究して語る人用は十分ではないです。正直私は仲間がたくさん欲しいので、ぜひ今日のお話聞いてですね、やってみてもいいな、将来こんなことを勉強してみたいなと思った人、ぜひぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。そのきっかけに今日のお話がなればいいなと、願ってます。どうもありがとうございました。